あのー、僕もチャーがその頃からデビュー当時から大好きで、はい、あのずっとギタリストとして追っかけて、ね、ミュージシャンとして追っかけていまだに背中を追いかけ続けてるわけですけれども、はい、どんどんなんか見た目はどんどん遠くなってるような気もしないでもないですけど、ね、<laughs> あのだけどそういうさ、はいあのー、やっぱりチャーをリスペクトするミュージシャンっていうのもすごく多くって。 とこころろど最近になってよく改よ装、ね、チャーが、はい、チャー本人がよく改装してるのでいなんか思うんだけどチャーは当時はあのなんて言うんでしょうギターもすごくってさもう10代の頃からスタジオミュージシャンやったり人のバックやったりで、はい、なんかしても結構天才ギタリストとしてさ、えー、あ,のあちこちから声がかけられて、うん、でそれであのー。 デビューの最初のアルバムすごいファーストアルバムで二十歳の時デビューして満を持ちしてねそれでだけどそのファーストアルバムが思ったようになんかどうもヒットしなくてそうだったんですかそうだったのその時はでそれであの他の人があのもうちょっと歌謡曲っぽいヒット曲をまず潤いうう顔もいいんだしあのギター弾いてるとこか,かっこいいからそういう何かあのか。 この頃ってちょうどね向こうもイギリスからベイシティーローラーズなんかやってきて、はい、そういうなんかバンドをやってる人のアイドルみたいなね<ー>昔はアイドルっていうとビートルズなんかもアイドルだったかもしれないけどさ、はい、ちょっと不良っぽかったりさ、はい、エレキギターもちょっと不良だなんて言われる時代だから <laughs> そんな時代がそうそうだけどなんかそれがなんかもうちょっとアイドル寄りになってきて、うん、あのみんなからキャーキャー言われるような感じになったのもその時代でね、うん、でそれに乗っかるっていう意味もあってチャーもそういう。 あの歌謡曲もっと歌謡曲っぽい歌でヒット曲を。で本人はなんかあんまりちょっとそれは不本意だったんだと思うんだけどね。っぽいものをやるなロックが好きでロックのギタリストとしてやりたくてさ出てきたわけだから自分がロックギタリストとしてあのすごいっていうのも周りから言われて分かってるわけじゃない。で俺は世界に出ていこうってその時はもちろん思ってただろうしそれでなんか日本のそういう歌謡曲の枠の中にはめられるのも。 きっとね、不本意だっそれであのー、その出たらやっぱりアイドル阿久悠先生に書いてもらった詩なんかでヒット曲はやっぱり出て、はい、それですごい人気も出たんだけどさ、うん、キャーキャー言われるようにはなったんだけど、うん、やっぱりその本人は伝えたい先がどうも違うような気がずっとしてたんだと思うのよね。うん これってさ今でもあのあると思うのよ例えば女の子のシンガー結局なんか私の歌って本当に届いてるのかなって思うような時ってあるみたいでさ、はい、なんか結局女の子が歌ってるの見たいんじゃないのとか女<ー>歌い終わった女の子と話したいだけなんじゃないのみたいなさ先週の続きみたいで、ね、先週の続きパンのありなしみたいになるけど <laughs> はい、はい、そんな風にやっぱりあの だってる子は思うのよねうんでそれと全く真逆だけどもさ、うん、自分がほらあのいろんなエリック・クラプトンとかさ、うん、かっこいいミュージシャンとかギタリストに憧れてギターを弾いてるわけだからそれをまた男の子たちが、うん、うわちゃあかっこいいな俺もギターやろうっつってあのやってくれたらいいなっていう思いもあるわけじゃん。 それまで歌謡曲をやってた頃のチャーのステージっていうのはもう99%女性だったんだってお客さんが。えー、でみんなキキキキャーキャーキャャ言うわけじゃない、はい、そうするとチャーもやっぱり本当に俺の音楽って伝わってんのかななあの別に本人は比較してるわけじゃないけど、はい、他のアイドルの男の人たちと同じに見てんじゃねえかなっ、うん、つって。 俺はもっとあの日本の歌謡曲じゃなくてもっとあの海外のねそういうファンクとかを取り入れたようなそういう音楽をやってるからそういうのを分かってほしいんだけどそれって伝わってるのかなってすごく思ったみたいで、はい、精神的に随分なん,かへこんだらしいのよね<ー>その気持ちってなんかちょっと分かるでしょあの逆の立場からしてもさ自分が伝えたいことって本当に伝わってるのかな。じまあ、いや今あの例えば コンサートライブやればいろんなお客さん来てくれるけど、うん、だけどなんか俺が伝えたいことって本当に伝わってるのかなこの人たちにって思うようなことも、うん、やっぱりアーティストならみんなあると思うのよね、うん、きっとね。まあ、なんか求められることとやりたいことは必ずしも一致しないですからねあの例えば すごくいいい新曲を書いてさ自分としては会心の出来の会、うん、新曲ができてさこのメロディーは私とっても自信があって彼、うん、にもこういう思いを歌詞に載せたからぜひ聴いてほしいなと思って歌って、うん、それであのお客さんからいただいた感想がもしさ「うん、今日ちょっとスカートが短めでよかったですね」って言われたらさ。<laughs> 何それそれうしたらなんか 効いてないのかなって思っちゃうじゃない。はあ、それと同じでショーだって一生き今日のギター俺超良かったなって思っても、うん、なんかみんなキャーって言ってても、うん、今日もかっこよかった。かっこよかったとかそういう衣装が素敵だった,たいそういう風に言われたらさやっぱり凹むじゃない。<laughs> はあ、そういう,う、ね、だからそういうのでそういう思いを大抵やってきてたんだなっていうことがやっぱりじゃあもう今になって語れるように、ね、うああそうなんですねあったんだと思うんだよね。でそれでいざとなってみたらさ、うん あのー、まあバンドをやった頃からやっぱりお客さんはだいぶ変わったんだと思うんだけどね、はい、ジョニー・ルイスチャーっていうバンドトリオのバンドを長くやってたから、うん、その頃からだいぶやっぱり男のファンが増えて、うん、男のファンが堂々と見に行けるようにもなったんだけどさ、うん、あ後、のー、になってみると例えば布袋さんと自分のことを、あのー、あれで群馬だっけ あそうなんですか群馬じゃなかったっけ茨城だっけ<身>違う違う栃木だっけあの岩手だっけわかんない岩手のわけないじゃんわかんない自分のことはなんか、うん、あの群馬ののチャーっって言って言たらしいのよなんかへーそうなんだそういう人がねすごくあちこちに、うん、要するにそういう人たちがプロになって、うん、チャーといつか会って自分はどこどこのチャーだってずっと言い張ってたんですよ俺も小川高校あの2期生のチャーだっつってたからね <laughs> 小川<え>高校二期生の中では一番チャーだと思ってたん一番チャーだと狭い狭いあちこちにいるわけよそういう方が<ー>もちろん中にはあの勘違いしてる人もいますよそう言ってるだけで<ー>全然全然チャーじゃないっていう場合もあるかもしれないけれども <laughs> はい、はい、そういう人たちの中でプロになって、うん、いや俺はずっとチャーを追っかけてきてそれでプロになったんですよっていうのを聞くとチャーはあやっててよかったなって思うんだってへー そう思うとなんかすごく、あのー、そういう言葉にチャーも救われただろうしさ、うん、でそれの集大成のようなライブだったと思うんだよね、はい、武道館で還暦の,のうん 60, 60歳の前日に、はいえー、今日、ね、16月16日に還暦になるっていうその前日に前夜祭的な感じで日本武道館で、うん、チャーがコンサートやりまして。 であのー、僕もずっと大好きだったんでそれやっぱり見に行かなきゃいけないなっていうんで、はい、であのー、チケットがまず抽選なんですよ、はい、先行抽選みたいのがあって、はいはい、ここのとこ本当に俺くじ寄んなくてさ言ってましたね本当当たんないのことごとく外れてて、うん、で今回はちょっとそういうこともあって、うん、あのー。 いいろろ分けて抽選なんかしたりしてあの<ん>メールアドレスを変えたりとかさあそれから、あのー、なんかいろいろ分けて複数にして、うん、で最大で 4, 4枚ぐらい取れるんだよはいでそれで、あのー、4枚の応募をしてたの、うん、まあ結果的に例えば2枚ぐらいだったとしても、うん、まあいいじゃないかと、うん、まあ俺の周りチャーファン多いしそうですね,ね 何とでもなるだろうと、<laughs> うん、そういうふうに思ってたんだけれども、うん、あの四枚当たって。<laughs> なんで。なんで当たる時は当たるんですね。当たる時は当たるね。<laughs> 当たらない時は当たらないのにね。ね四枚当たって。うん、できれば、だから、あと、まあ、あの、他にもさ、俺の周りには、一緒にチャーのコピーをやってる。カバーバンドをやってる。いるから、うん、そういう人たちに、いろいろ声をかけたりとかすれば。うん ってワイは盛り上がれるかなと思って、うん、それでフェイスブックなんかを見てるとさ、はい、みんなが「チケット取れた」みたいにだっていろいろアップしてるのよ。はい、で僕はなんか「ここの席になりました近くの人いたら」みたいな、うん、そういうのをず,ずっと見てたら大体俺の知り合いが大体いい俺よりいい席を取った。<laughs> <laughs> チケット余ってるけどとか言いにくい感じですか、まあそ。まあそれまあそれそうだよなと思って。取 <laughs> るよね好きだったら、ね。そうそう。ファンクラブの人とかもいるし、さも、うん、ともと,と,と,とね、だ、はいす細い大好きな人もいるしもうだからそりゃそうだよなと思ってしょうがないよなと思ってでもまあ誰かあのいろんな人と会うから、うん、その時に何かあのチケット買えなかったんだよねみたいな人がいたら、うんあ ああるよあるよっつって「一緒に来いよ」って言おうかなと思っててふと気が付いたらもう1ヶ月前1週間前ですよライブの誰にもチケットできずなんか一緒に行ってくれそうな人も見つからず大体いいこの人一緒に行ってくれないかなって思うと俺よりいい席を持っていて。 でしょうがなくって一週間前になってまず古谷香里さんにすいません <laughs> しょうがなくすいませんだってチャーシュランやんそん,そんなことないですよ 大して興味もないでしょそんなことないですよ、かっこいいなあと思ってますよ。<laughs> だってほら、あのチャウの、あのカバーをやってるイライブのバンドとかのさイベントをやったりしてるじゃない。はい、そうですね、イベントボックスでね。そうするとさ、<laughs> うん、あのチャウみたいな人がいっぱい来るけど、ちっともチャウじゃないじゃん、なんか。<laughs> <laughs> まあ、本物とは違うじゃん、ずっと。まあ、そうですね。あのチャウのコンサート行くと、毎回思うんだけど、そう、そういう大きい武道館とか行くとさ。はい 日本にこんなに挑発のおじさんっていっぱいいるんだって <laughs> 確かに初めて思うよな確かに後ろ姿あれ さんですかみたたいいいいな人いっぱいいましたね,ねすごいよねうちの店でライブをイベントをやった時もさチャーのカバーバンド集めて、うん、あのイベントやった時も、うん、カウンターに来る人が次から次へとチャーっていうね <laughs> ロン毛にハットかぶってそうそうみんな帽子かぶってきたりなんかして、ね、みんなムスタング持ってたりなんかしてさ <laughs> <ん>すごいじゃないですか、ね、やっぱりね好きだからねでそういう人を見てて、うんあの「チャーのライブ行こう」って言うともう香りも嫌気させてるんじゃないかなって思って。 もう聞き飽きてんじゃないかなと思っていや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 うれ <laughs> しかったですよだってすごいじいでんですかはで」みたいなすごいじゃんなんかもうみんなずっとスモーキーやるみたいなさハハハ そうですね,ねカバーバンドが何組か集まると皆さんスモーキーキややりますいるじゃない、はい、そういう中で、まあ、だからあんまり好きじゃないだろうなとちょっと「ち,ょっとちゃ」って聞くとイラッとするぐらいかなと思ってたんですけどだけど一応かおりさんに声をかけて「はい行きます」って,って、ねはい、もう即答喜んでいきますって言われてね、うん、であ,のあと2枚あるじゃないですか、はい、あと2枚どうしようかなー。<laughs> でもあのちょっとここのとこねあの北海道から来た人たちが、はい、なんかちょっとあのいろいろとあのいろんなお付き合いがあって。はい いろいろと一緒になんかご飯食べ行ったりとか、そういうこともあったり、はい、それから一人のおじいちゃんがちょっと。あの、なんかへこんでたりなんかしたり。<laughs> おじいちゃんって <laughs>。おじいちゃん元気づけようとかしたりか、ね。対して変わんないじゃないですか。年 <laughs> 全然変わんないけどね。<laughs> そんなこともあって。はい、ちょっと、それも武道館行ったことあるのかなと思って。ああ、北海道からね、来たばかりだと、ね。おおらかな二人ですけどね。はあ、<laughs> そういって、おおらかな。<laughs> あのこチャイの武道館が月曜あるんですけど、うん、もしスケジュールでもあのその一緒にあのすごいライブをやってる子だったか,りするからそうだ、ね、すずさんはねちゃんっていう女の子とコッペさんっていうおじいちゃんなんですけどすず、うん、ねちゃんはすごいライブやってるから、うん、もしかしたらなんかライブこの今やってんだろうなと思って、うん、で,で,もでもまあ1週間前ですちょっと最初に、ね、声をかけてみようと思ってでで、うん、行きたいですって。 そんなチャーんか知らないくせにあ本当はあんまり <laughs> <laughs> なんで人を誘っうといてさ <laughs> そういうこと言うの <laughs> おいでさあのまあ言ってくれるってこれであのじゃチケットも無駄にならずにそうですねまずは良かった四、ね、人で行けるから良かったなって思ったんだけど、うん、まずあの不安だったのは三人ともチャーの曲知ってんのかなって思ってまずまあ私は知ってますよだからそれはあのこカバーバンドの下手な演奏で聞いてるわけでしょなんか <laughs> そんな。ほら、<laughs> 西さんだって、よく歌うじゃないですか。だから、だから、そういう下手なのしか聞いてないわけでしょそ。そう、そういうので。ね。そういうので。<laughs> だから。本当の、すごい。いい曲なの,の、の元を聞いてなかったですよ。あ、そう。あ、そうかも。<laughs> てるけど、チャーさんが。歌ってるの。じゃないかも。ね。いつも、なんか聞いてたのは。まして、なんか、あの、ほら、北海道の二人もさ。一、うん、人は、なんか、浜田祥子ばか。 <laughs> あんまり「チャー」とか聞かなそうじゃないまあねエレキギターをやる人とかみんなだいたいさ、うん、憧れて練習したいなんかすることもあるけどさ知ってんのかなと思ってでもまあそれでね、あのー、みんなに連絡をして、うん、それでみんなで連絡を取り合うのちょっと枠組みを作って。はい そこでこうみんなでコメントをしてこの時間ですよみたいなのとかねこの場所ですよみたいな何時オープンですよみたいなことをこうやり取りしようっていうふうにしてて僕一番最初に「チャーの武道館」のチケットがあの2枚残っているんで行きませんかっていうふうに声をかけたんだけど1週間ぐらいの間にまあ知らないだろうからいろんな曲をそこに載せたのよ。ははい、はい 一番有名な曲曲はこれよよスモーキーキって曲よ、うん、でファーストアルバムの中で必ずライブで毎回のはシニニ「シャイニングシャイニングデイっていうこの曲はよくやるのよみたいなやつを載せたりそれ、うん、からプロモーションビデオで「オールアラウンドミーっていう曲がこれアコースティックでいつもやるんですよみたいなのとか、うん、あとそれからあの新しいアルバムがこれなんですよ。うんね、最新の,その,あの,60あのロックプラス。はい ね、先月出た CD ですね。60とも読めるっていうね。の、うん、ね還暦、はい、を記念して作るアルバムで,、うん、でそれにそれがすごく豪華なね。ちゃ本人がいつもアルバムをセルフプロデュースして出してんだけど、はい、今回はいろんな人があの曲を提供してしかもプロデュースまでそするっていうねそういうすごい CD で、うん、この間もちょっと分か あのそんなに俺期待してなかったんだけど、はい、だそういうアルバムって大抵なんか企画ものって感じですし、ね、そうそうそういい曲もあるけど、うん、なんか大抵はそんなに自分のいい曲歌うし、うん、<laughs> <laughs> なんかそんなにあんまりなん,かなんて言うんでしょうね期待してないというか、うん、そんなにいいものになるパターンじゃない。 感じがしたんだけど、はい、聞いてみたらまあいいアルバムで私も聞かせてもらいましたけど、ね、すごい良かったですずっと「チ t h のファーストアルバムが一番いいと思ってたんだけど、うん、もうあの40年の間 <laughs> そんなに <laughs> だけど、うん、あの初めてあこっちがちょっと上回ったかもって思えるぐらい長年とから見てもいいそう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  ありますけれどのそれぐらいいいアルバムでさそれがそうそうたるメンバーじゃないそうなんですよ泉谷さん泉谷さんとか布袋さんとか佐橋義之さんとかね俺の好きなギタリストでもあるけど鎌谷さんもいたりムッシュ鎌谷さんに奥田民生ちゃんにユーミンも書いててあと息子のジェシーとかね それであの異色なところではあの須藤工藤勘九,<ー> <laughs> 九郎さんが、ねね、提供しててあのグループ魂っていうのを前に「チャーのフェンダー」っていう曲をやったのを。はい じゃ今回は曲,と曲を提供してちゃんと完成して、うんね、完成度の高いコントまでを収録しているっていう阿部サダヲさんとね豪華なそういう面白いやつも入ってたり、はい、あと山崎昌則さんとかね、うん、そしてなんつっても福山雅治さんがですよ <laughs> 福山さんですよデレデレすんじゃない <laughs> とかね、はい、それもそれぞれのミュージシャンとあの親密な付き合い のことだからやっぱりみんながリスペクトしてるんだねチャーのことをね、うん、冒頭にも言ったけどそのチャーのことにチャーに憧れて、うん、あのミュージシャンになってギターを頑張った人とかがいっぱいその中にいるから、うん、みんな手抜かないのねまあ、抜かないでしょいやだって小林さんなんか抜いてるけどね <laughs> えなんてこと言うんですか <laughs> <laughs> 泉谷さんなんか最初に作った曲やっぱり自分で歌うっつって、えー 返してもらった。えそうなんですか。<laughs> そういう人もいるけれども<ー>。大体みんなリスペ。クト曲を上げてくるわけじゃないですか。うん、で、そのアルバムの内容も素晴らしいから、ぜひ。みんなに聴いてほしいと思って、うん、カムリンにも。あの、このアルバムから、結構来るからねって言うんで。カムリンは聴いたの、事前に。 「これがね有名な歌だよ」とか「これ出るかもよ」とか「関係ないけどこんなのもやってるよ」とか載載、うん、せせすすぎでって <laughs> そんなにせたかしらめっちゃ載ってましたよこんだけよあのふ勉強予習していかなきゃいけないのかなと思って、うん、だけど1週間あったじゃん1日1つ聴いていけばさ 1>, <laughs> <か>1週間で全部聴けたはずよ。 まあ、でも知っっっててるからいいや,いいやと思ってあそっか、うん、カオリは実際曲は知ってたりするからねだからそのニューアルバムは絶対ニューアルバムからの曲が中心になるから、うん、それは絶対聴いといた方がいいよっていうのをスタート地点に、うんうん、そのほかにいろんな曲を書いて、うん、あのアップしていったじゃな、ねうんはいインデとか,とかそれから「スモーキー」とか「オーランドミー」とかそれからあと何載せた ドライブミーナッツも入れたね『うん、空模様の影が悪くなる前に』とか『愛、うん、とコラボしてるやつも載せたね」そうですねあと「ピンククラウド」最近のライブの映像はこんな感じとか、うん、あと「アコギのセッション」で山崎雅義さんとかとやってるやつとか、はい、あと民生ちゃんとなんかやってるやつとかね、うん、あとグループ魂のやつも載せたわね,そう,ねそういうやつをなんか載せて予習をしてくるようにという。うんうん、あのー チケット代の分はちゃんと勉強してくるように、ね。勉強してくるようにって。だからだけど結果的にはカオリンもそのニューアルバムはちょこっと聞いた。ら多分福山もマシャぐらいしか聞い、まあな。まあね。<laughs> <laughs> そこは外さなかったですけどね。マシャの曲ぐらいしか聞いてないんじゃないかな。えー、ラジオとかでもね。流れてますからね。ねらねはい。でそれでそういうのとかをちょっとあの乗せて、うん、まあ 予習ししてもらえば、まあ、楽しめるかな、まあ、それでもファーストアルバムあの最新のアルバムは出来もいいしなんか曲もいいから聴、うん、かなくってもいいかなどうせあの北海道の人たちは聴かないだろうなって <laughs> な,ん<で> <laughs> なんか性格的に聴かないとおおらかだからおおかから <laughs> オーラかに生きてるから、はあ、忘れちゃうんじゃないかなと思って、はあ、そんな課題を出しても、はあ、<laughs> <laughs> それであの、まあ、そんなことはとりあえず載せとけばいいかと思って載う、うん、せておいて、うん、それで。 1> あの1週間た約1週間経ちでいよいよ明日が武道館だっていう日にあのオープンとかスタートの時間をねお知らせしてなかったんでまあ大体そんなに変わりはないけれども6時半オープン。 あ5時5時半半オーープン6時半スタート、はい、そうで平日だからちょっと早いかなとは思ったんだけどね、うん、その時間に「あのですよ」ってもし武道館にあの来たことがなければあの武道館の前には駐車場があるんであ,あの後から来るともしかすると満車になっちゃうかもしれないからちょっと早めの方がいいかもですって言ったらあのすごいんであの2人から返ってきた返事が「うん、武道館なんですね!」楽しみですって。うん 俺一番最初に、うん、チャーの武道館のチケットが2万円。<laughs> あそこも聞かない。おおらかだから、ね。おおらかすぎるやろ <laughs> 一番大事な情報を聞いてない,てい。場所は大事だよね。<laughs> ね、結構ね、これで大阪城ホールだったらどうするだろうね。<laughs> それはさすがに、最初にえってなるでしょうけど。 でもていうことはさ「武道館なんですね」って前日に言うってことは、うん、1>, 1週間の間に結構『徹子の部屋』に出たり、うん、いろんなラジオ出たり、うんはい、メディアに取り上げられたりインターネットでもニュースになったりとか、うん、結構して「うん、チャーがこの日に6月15日武道館でやる」っていうのをかなり俺は目にしたんだよ、うん、だそれすら見てない人が「はいはい、<laughs> あれがこれ予習しといてね」って言った曲を聞くわけがないじゃないですか。そうですね, <laughs> ね <laughs> 案の定やっぱりそんなに聞いていらっしゃらなかったそんなことはいいんですよみんな楽しめると思うし結構早く、ね、武道館に、うん、あの集まってきてくれてそれでオープンまでまだ30分ぐらいあるね,そうですねみたいな感じだったんだよね。時間あるから公演 あの一回車に戻ろうかな暑いから車に戻ろうかなと思ったんだけど横の公園歩いてたらやっぱり芝生の上って涼しいのねちょっとね気持ちよかったですね,ね隣のなんだっけ北の丸公園とかだっけっていうんだっけ名前け、ね、そこの辺り歩いてたらちょっと気持ちよくてね、うん、でなんか池なんかもあってね、うん、そこにカモが泳いでてそのカモがかわいかったりとかはい、はい、そうそうそう、ね、アメンボがいたりとかねアメンボとかねトンボとかも飛んでたん、ね、飛んでた何かしらねなんかそういう あの自然がいっぱいでね、あのスズメちゃんは自然に溶け込むのが早いからね。<laughs> なんなんかそのカモを見つけてカモカモ <laughs> カモカモだけにとかわけわかんない。そんなこと言っ、ね、アメンボとかもう平気で捕まえそうな勢い出したってしね。しねスズメとかを見ても話しかけるしね。<ー>ん <laughs> <laughs> そんな時間を過ごしてたらもうあっという間にオープンの時間過ぎちゃって。はい。 それから中入ってね、うん、武道館入るの初めてだってって言ってましたねそ<う> 2> 2人その時に俺驚愕だったんだけどさ、うん、意外にあ言われてみればそうかと思ったんだけど、うん、あのー、なんか武道館の屋根、うん、屋根ってあんな,あんなのあんな黄色のついてんだねってコッペさんが言うほ、ね、うん。あれがあのあれですよ武道館のあのほら、あのー、光る空にあ,のあんなだけ。 だ大きな玉ねぎの下。光る玉ねぎってなんだっけ、うん。光る玉ねぎだから大きな玉ねぎの下でちょっと。いやだからそのその前なななのら何だっけ。何だっけ。 最後が光る玉ねぎの前でだよ。え、その前なんだっけ？<laughs> そんな急に言われても <laughs> ペンフレンドのから始まるんです。<laughs> そんなにもう <laughs> 光る玉ねぎの前だけでいいのよ。<laughs> えー、なんだっけ？<laughs> <laughs> それでね、うん、あれがその歌のあの光る玉ねぎですよ。はいはい、っと言ったら、ああ、あれそあの歌そういう意味なの？ そっかだから、うん、武道館来たことない人にとっては、うん、いくら言われてもコンサート会場なんだなっていうのは分かっても「千、うん、りが淵」も分からないし、うん、なんかあのその「玉ねぎ」って言われても分かんないし、うんうん、ただ空を見上げたら玉ねぎが光ってるっていうシュールな歌だなって思ってた人いるんだよ <laughs> きっといっぱい。 そうよ。だ武道館って一回も行ってないでしょ。武道館とは一言も言ってないでしょあの歌。あ、そうあそっか。言ってないのよ。だからその場所は言うのよ。なんか千鳥ヶ淵だとか、九段下の坂を降りてとかそういう場所を言うからみんな爆風スランプのその大きな玉ねぎの下では日本武道館だって分かるけど。あ、そっか歌手の中には出てこないんだ。もしかしたらこれ聞いてる九州の人もなん。 なんかひなんか暗い空に光る玉ねぎのシュールな歌やな, <laughs> なんか悲しくって悲しい思いをして空を見上げたら光る玉ねぎが見えたんやなっていう <laughs>、えー、そういう歌だとさ屋根の上にいいか光る玉ねぎだっけそうかな、ね、そういうのが俺その時初めて気がついて <laughs>、えー、びっくりだね多分そういうことあるよ <laughs> そう思ってる人何人かいるはずよきっと。 でもすびっくりするよねそうだね <laughs> そんなシールな歌だと、えー、でも分かんないと思うよ九段下も千鳥ヶ淵も分かんないものそ,だよ、ね、そこに行ったことない人にとっては、うん、ねじゃあそんな感動もそうなのよあったのかなコッペさんあの歌を何だと思ってたんだろうと思いながら <laughs> ねただその武道館の上の象徴のその、うん、あれ金色のねあのオブジェが光る玉ねぎに見えるっていう。うん ことが伝わってないと何もわからないわよねあの歌ね。ね振られたっていうことぐらいしかわからない。<laughs> 振られて赤玉がおかしくなった人の歌が思いちゃうわ、ね。いや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 。違よね。まあそんなことがあって、うん、あのー、武道館の中に初めて二人も入るから、うん、だいぶワクワクするじゃないですか。うん、うわおきいこんなところにこんなに人いっぱい入るんだっ,つって、うん、で鈴音ちゃんはもうなんかこんなに人が集まってるの初めて見たっていうから <laughs> コッペさんが嘘つけ。<laughs> コンサート会場でこんなの初めてって「いや札幌だってあるだろ」っつって <laughs> ね札幌ドームとかね雪まつりなんてなったらもっと大変な人が集まっちゃう,だろうからねそんな中でも武道館に入ってさもうワクワクするじゃないですか、うんうん、それでまあその時にはだから何かしらそのさっき言ったようなアルバムで豪華なゲストの人たちがから、はい、誰が来るんじゃないかなとはちょっとね、うん、思ってたんだけど。 あのチャもラジオとかいろんなところに出てて、うん、ゲストに誰かが来るみたいなこと全然言わなかったあそうなんですね一切言わなかったの、うん、多分こうそ,れそれ言っちゃうと事務所からクレームが来るんだと思う <laughs> 来るかもよみたいなこと言ってもっなな多分アミューズとかからクレームが来たりするんでなんでアミューズに限定するんででか <laughs> アミューーズ一番ううるさそうじゃなでか <laughs> イメージで言わないい <laughs> 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 別に馬車のこと言ってるわけじゃないよ <laughs> アミューズっていう事務所があっていう話をしてんだよだって桑田さんのこと桑田さんだったら謝されられたんじゃないまあね <laughs> なんでそれを持ち出してるのそれはいいんだそれはいいんだそのことはいいんだ <laughs> それでそれであのー、まあでもいろんな人がやってる参加してるから、うん、ちょっと誰か来るかもしれないけどでもそれを匂わせちゃったら、うん、あのー。 鈴うちゃんもコッペさんも多分違うところでドキドキしちゃうじゃない、うん、あもしかしたらあの人来んのかもしんねえなとか布袋、うん、がギター弾くのか見れるかもしんねえなとか思っちゃうかもしんないじゃない、うんうん、そしたらなんかちょっとちょっと俺としては不本意じゃんチャーを見に来てんやからチャーを見るために俺はチケット買ってるやからみんなもチャーを見てちょうだいよ <laughs> 思うじゃないかだから俺かおりにも言わなかったでしょ、うん、誰かゲストで来るかもしれないよとか言わなかったでしょ、うん だ、そんなこと一言で言おうもんなら、福山来るかも、マシャが来るかもって思って。もうチャールゴールじゃないでしょ。え、でも、実は思ってた。思ってたんかい。<laughs> どうしよう、来たらどうしようって思ってた。<laughs> そう、思うよね、でもね、うん、アルバムがそういうアルバムだからね。だそれで、あのー、始まる時に、もうさ、うん、ミュージシャンが入ってきたらさ。うん、いきなり、会場がもうざわめいて、うん、もう、周りから聞こえたでしょう。俺、さわじゃね。 佐橋じゃねえっていうのが、あの人ちっちゃいから、すごい目立つね、やっぱり。あれ、あれ、佐橋、佐橋か、佐橋か、池のメダカか、どっちかじゃね、みたいな。ふになるじゃん。ざわざわするじゃん。なんで、メダカさんが聞いた。<laughs> 佐橋さんも、そのチャーハのアルバムの中に、一曲、すごいかっこいい、うん、ファンキーな。洋楽っぽい、なんか、英語のナンバーを提供しててね。はい、俺、あの曲が一番好きなの。ああ、そうなんだ。うん、で、それで。うん その澤橋さんもがそれに参加してるからかなと思ったんだけど出てきてなんとサイドギターをずっっと弾くっていうねもうその時点で嘘「嘘ソン嘘ン!」って俺はもうこっちでえ嘘さんが <laughs> 俺はもうだって俺も澤橋さんって山下達郎さんのライブでもすぐプレイをずっと見てるしさ、うん。<laughs> 小田さんでも弾いてるじゃない。ね、なんかもうあの一流どころのミュージミュージあのアーティストがみんな欲しがるギタリストじゃないですか。はい。だからそれその佐賀氏さんがチャート一緒にプレイするっていうだけでもう、俺もうドキドキしちゃってもうそこでもう、うん、うわマジで佐賀氏さんマジで佐賀氏さん佐賀氏さんとチャート佐賀氏さんと佐賀氏さんとチャートでマジで <laughs> 同じ同じ <laughs> もうそれぐらいもうドキドキになっちゃって上がっちゃって始まる前から「うん、えー、もうえじゃあ1曲目もしかして佐橋さんの曲かな?」と思ったら、うん、曲順通りにアルバムのね,ねまず泉谷さんの曲から始めて、はい、もう何にも MC なく、うん、ザンと曲,曲が入り始めて佐橋さんがさっとサイドギターを弾くっていうね なんて豪華なと思ってたら、うん、そこにふらっとアコギを持って現れたおじさんがなん <laughs> かあれ酔っ払いの人が入ってきちゃったのかなと思ったら <laughs> 泉屋さんでねねご本人でねびっくりしたね、うん、えもうそれえ泉屋さんが <laughs> 最初から最初から泉屋さんがってあのねうるさかった <laughs> 隣で <laughs> <laughs> 嘘でしょ嘘でしょマジでって <laughs> もう大騒ぎよ俺は、ね それでだって他のミュージシャンもさ、うん、参加しても、うん、泉谷さん歌ってるわけじゃないのよそのよそ曲の中であ曲をあくまで曲を提供してその、まあ、プロデュースとして池畑さんとかいつも泉谷さんとやってるメンバーが、うん、あのレコーディングをしてるのねそこにチャーがギターと歌で加わってるっていうのだから、うん、そんなにやることもないんだけど、うん、泉谷さんもなんかちょっとギターを弾きながらずっと参加するみたいなね。うんうん それ,ももうそれでも感動しちゃって、うん、もう最初にこんなことになってどうなるんだろうと思って、うん、そしたら次が布袋、はい、さんの曲、はい、ねあ次が佐橋さんだ佐橋、ね、さんがの曲をやって <laughs>、うん、それでそこにあの本セクションのスカパラのメンバーい、ゲストに呼んでね、はいはい、本セクション、うん、あれ佐橋さんずるいわよね」自分の曲だっけそんな自分のこれでなんか本セクションついてきちゃって。<laughs> 自分のの曲いいい感じに聞かせやがって <laughs> そういうことなの超かっこよかったじゃないですかね<え>かっねそれでチャーと一緒にツイ,ツインギターとかやってさ、うん、もう佐橋さんも嬉しかったと思うよ、うん、あ,あの人もビデオの中で言ってたけど途中でビデオとか流れてね一緒にやったミュージシャンたちから、うん、ずっとチャーの追っかけだったんでみたいな話してたけど。 うん、でそれで澤地さんが一緒に演奏してるとこ見るもう,もうテンション上がりまくりで、うん、それで曲順でいくと次が布袋さんなのよね、うん、でも布袋さんはイギリスにいる人ですから、ねね、イギリスにいる人がそのちゃんのライブだからっつってあの来ないだろうって今井美樹さんがなんかライブやるなら来るかもしれないけど、うん、<laughs> 今井美樹さんのライブでそういえば布袋さん見かけたわね。 そうですね客席から見てま見てて開演直前にライトが消える前ぐらいに端っこからすっごいでっかい人が入ってきちゃうからもうバレバレなのね「あっホテイだホテさんだホテさんだ」ってそれから始まるぐらいだからそういうことでもなきゃイギリスにもう定住してるからねだからもう来ないかなと思っててイントロが始まる時になんか巨大な生き物が。 ステージ脇から出てきてさ、はい、すぐわかりましたね。ね、あの時上がったね、<の>会場も、ホテいなって。七福神からっていうぐらいな、わかり方だったわよね。<laughs> すごかったでしょ<ー>まさかホテイさんがイギリスからその一晩のライブのために、うん、あれもさらに脅されたんですかねいやいやいや <laughs> 先輩風を吹かせたんでしょうかねいやいやいや,いやそんなことないでしょ <laughs> インストの曲だからホテイさんのギターとチャーのギターが絡み合うような内容だから 俺はそ,それであなるほどそれで佐橋さんがここで前半一緒にプレイして、うん、で自分の曲やってそれから布袋さんの代わりのギ,ギターとかを弾いてっていう感じの扱いなのかなと思ったら布袋、うん、さん出てきちゃうから。チャ、うん、っていう

ミュージックフェアでもなかなかできないわよその <laughs> 水曜歌謡祭でもなかなかそんなことない,いそうなのラブラブオールスターズ」ならあるかもしれないそういう組み合わせがもうしょっぱなから出てきちゃってねうんびっくりしました私も俺もうあの時俺ゆずっと言うことで嘘、嘘でしょ嘘でしょ布袋さんなの布袋さんとねえねえ布袋さんと澤橋さんとちゃうだよって <laughs> うるさいよね <laughs> 本当にううるさかったです <laughs> そうやってもう大盛り上がりになっちゃってね,ね終わるとさみんなもっと喋ったらもうそれなりに盛り上がるだろうにさ、うんうん、あんまり喋らず、ね、全く喋らずみんなスッ、ね、と,と手上げて帰っていくのね、うん、あれもかっこよかったわね。で,ねでみんな曲が始まる頃にふっと出てくるのね出てくるのか出てこないか分かんないで、うん、始まる時にふっと出てきてそのままスッと参加する。 かっこいい人だったわね苦労さがなかったもんねもっと喋りたかった人いっぱいいると思うんですよみんな喋らずにさスーッと出てスーッと帰っていくっていうその順番でいくと曲順でいくとおでえさんの曲の次が釜谷さん釜谷博さんが提供した曲だったんだよねだから釜谷さんもうお年じゃないですかそうですね70過ぎでしょ七十四五。 もうなんかあのチャーのインタ,インタビューで、うん、そのいろんなアーティストに曲を提供してもらって、うん、プロデュースまでしてもらう、うん、つまりレコーディングメンバーとかも揃えてプリプロとかそういうのも含めあのチャーの歌とギター以外は全部もうあのミックスまでそこのスタジオでやってもらうっていう、はい、そこのホームラックグラウンドでやってもらうっていうのでみんな作ってるんだけど亀まさんにはなかなかそれが伝わらなかったらしくて。え伝わらないの カセットテさんが「へぇ」って歌ってるよそれ、うん、でじゃあすぐに釜萢さんに電話して「うん、あのね釜萢さんあのこの曲はありすごくありがあのいいですありがとうございます」だけど、うん、あの今回はそのレコーディングのプロデュースのところまでお願いしたいんですよっていうのを何回か言ったんだけどどうしても伝わらない。 それで結局ジョニーの息子の,あのケンケンがあのサウンドデザインみたいなに加わってそれでそのデモテープのやつを元ににんか音源で作り上げたみたいな感じらしいんだけどもうそんなおじいちゃんだからまあ武道館に来るのは無理なのかなって思うじゃないですか。 ってなるとその次の興味はかまやつさんの次に民生ちゃんが来んのかなとかさはい、はい、そういうふうに映ってたらなんかあのちゃんとかまやつさんがよのっと後ろ端からね、うん、出てきてふらふらっと出てきてなんかもう「ああ呼んだかい!」みたいな感じでね「かまやつだよ!」みたいな感じで出てきてうん。みたいな感じかどうか分かんないけど。<laughs> <laughs> 引いたわよね一緒にちょっと感動しちゃったねあれもねなかなかちゃうぐらいの人になると先輩っていう人ななななかかいいいいじゃないで先輩っていうとなんかあの本当にもう亡くなっちゃってる人とかさ、はい、生き残ってても割と立ちの悪い人とかさそう,なそういう人になってくるじゃないですか <laughs> <laughs> そういう中で尊敬するその大先輩の「ラスパイダースの。 釜谷さんと一緒にやれたっていうのはうきっとねいろいろ思いもあるんだろうなって思うのよ、うん、で釜葭さんとの共演が終わってさ、はい、か釜葭さんもギターはものすごいでかい音は出てんだけど、うん、なかなか弾かない <laughs> <laughs> なんかみんな釜葭さんのソロっていうのをこう待ってるんだけど釜葭さんもじーっとチャーを見て動かないえ <laughs>、ね、大丈夫かなって思っちゃいますね, <laughs> ね,ね,ねえそ なないのかな俺が弾い,い,いた方がいいのかなって思うと上地 <laughs> さんが「ベン!」って言いて「ベン!」っつってまた動かなくなったりとかあれもすごかったのねなかなか見られるものじゃないです、ね、スリリングな。うん、<laughs> それで次もねタミオちゃんまで続けて出てきちゃって、うん、ミオちゃんなんかびっくりしたのはその。 ドラムでで出てきてきねねそうなんですよ、ね、普通さそんなもうドラム叩くんだったらさ、うん、ドラムのセットしてあるところに登場してこうやって座って叩き始めればいいじゃん、うん、なんか組まれたドラムセットごとくブイーンって動いて,動いて、ね、ステージの端っこから出てくるっていうね、うん、なんかドライブしてるような感じで <laughs> 車乗り物みたいに乗ってきて、ねたね、ちょっと酔いましたとかわけわかんない <laughs> で民生ちゃんの曲もやってねでそこの時のベースが浜岡本さんがゲストにそうでしたねあのベースもかっこよかったわねちょっとあのすごいねみんなすごいねあとでツイートを見たらすごいなんか「カチャーさんかっこよかった」っつってベースソロをが振ったんだよね急にね「いけ!」みたいな感じでやったらそしたらそれやってその中でねあの ク,ラプトクリームの「うん、サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」とか、うんあのー「クロス・ロード」とかのフレーズを弾いたりしたのへそうだったんだそうだ,った、ね、だからあの僕はあな,たのあなたをリスペクトしてあなたのルーツのこういう曲も学びましたよっていう、うん、多分メッセージなのかなって思ったけど<ー>浜岡本さんによると「うん、ギタリストはチャーの前で多分あの2曲は弾けないでしょ」っていう。うんほう そりゃそうですよチャーはクラプトンを聴いてコピーして育ったわけだから、はい、そのチャーの前でクラプトン弾けないじゃないですだけど僕はベースなんで <laughs> <laughs> ああいうところもちょっと賢くってユーモアがあってね<ー>なんかすい,い本当にいいグループのベース出してたからねんそんなステージに感動してたら、はい、間にちょっとビデオのメッセージが流れて、うん、それで横にあのアップライトピアノが。 用意されてね、はい、なんだろうねあのピアノはねケ<か>ーブーディストって誰かいたっけかなミッキー吉野はアップライトじゃないしなみたいな <laughs> <laughs> こと考えながら聞いてたら、うん、突然ユーミン現れるっていうもうなんかどこまでもう見えちゃっても全然おかしくないぐらいのサイズのタイトな、うん、もうなんか足全部出しみたいなやつ、うん、あの終わったあとにコッペさんが言ってた。 忘れもしないのがコッペさんの今日のライブの感想っていうので、うん、あのユミはあの距離がいいねスタイルもいいしさチャオの年上だっていうからそうですねもうスタイル抜群だし足全部出しても綺麗だし、ね、かかっっこよかったで,すよでもそれで座ってアップライト弾くっていうね <laughs> 意味あんのかっていう気もするけど。 そこユーミンらしいよねそういうところでも全力で、うん、ファッショナブルに攻めてくる感じがでもそこまでさ、うん、大物が続くとさ考えちゃうじゃん。考えるよね、あれここまでちょっとみんな腐ってるじゃないっていう、ね。みたいな ああののちょっとあの石田中政さんはちょっとあの具合悪くされて療養中、うん、闘病中なもんで、はい、あのメッセージだけでそれも感動的だったよね、うん、石庵ありがとう」って言ったらもうファンの人たちの拍手が鳴りやまないぐらい「うんうん、石庵頑張れ」っていうメッセージをね武道館から送ったような、うん、そんなことも感動も挟みつつだけどもうみんなの頭の中はねもう後半あの人は来るのかっていう。はい 一点に。もうドキドキです。ドキドキですよ。もうさあ果たして、はい、安倍サダオは来るのか。なんで安倍サダオなんですか。<laughs> 俺はもうその一点だけで。<laughs> えマジで安倍サダオとの生コント見れるのかなと思って。<laughs> もうドキドキが止まらないのね。<laughs> そっちなんだね。 そんなことを思うとさその後って結構シアターブルックの佐藤泰治さんとかさこの人もチャオリスペクトしてる人だしあと息子も出るじゃん自身も出てるじゃん息子とかその辺の言うこと聞かなきゃいけない後輩とかもうここまで来たらだってこれ来なかったらおかしいじゃんかってそりゃ来るだろうなみたいに思っててもうみんな考えてるのは多分その先ですよ。ねあの人は来るのって。 安倍さん。なんで安倍さんとの生コンとあるのか。安倍さんもね、綺麗ですけど。俺はその一点ですよ。ドキドキしてしょうがないんですよ。でそれでだからあのあの佐藤泰さんとかも来て一緒にプレイしてジェシも良かったね。そうですね。感動だったね。本当に家族のことを歌ったような歌だったからね。それでしかもなんかお父さんと共演してラップをやっている姿とかって。 ちょっとで曲もほらプロデュースしてるのはジェシーじゃない、はい、あれはちょっと感動だよね,ね<ー>あんな幸せが味わえる親子ってなかなかいないよね<ー>きっとねス<ー>テージもありつついよいよ曲順でいくと、はい、次が「はい、マシャの曲」ですよですよ これはどううなんでしょうススケいくらねいくらみんなが来るっつってもスケジュール的にじゃあもうなんか本編の中で、まあ、今日は来,る来れる人と来れない人がいるんでみたいな話をしてたんで、うんはあやっぱスケジュール的に多分一番厳しいのはマシャなのかなっていうのもあったでしょ、はい、もしかして誰かツアー中だったりさ、うん、そうしたらなんか来れない民オちゃんとかは何とでもなりますって来そうな感じがするけど <laughs> な<め>なんか他の人は分かんないじゃないですか。マシャとかも <laughs> ね、いっぱい仕事あるし、うん、どうかなって思ってたらマシャ来ましたね来ましたよそこは外しませんよあれはどうなのかしらねあのなんでこうマシャが出てきた時の,あのキャーっていうそりゃキャーですよキャーでそれでなんか会場中から「マシャーマシャー!」って。 おかしいでしょあれ。お前ら何を見に来たって思うじゃないですか。<laughs> そりゃ出てきたら叫びますよ。<laughs> 俺は納得いかなかった。なん,かなんで？あのさ前にさサダマサシさんのさ四千、うんはい、回記念のコンサートの武道館の時もさはい、はい、あの時にモモクロのアーリンがゲストに出てきてコスモスを歌ったじゃん。はいあ,ね、あの時もサダさんは事前に誰がゲストで来るとか一切言ってなかったんだよね。うんうん、なのに。 アーリンが出てきた途端に武道館のアリーナの真ん中辺の10人ぐらいの人が一斉にこうペンライトとかこうあのサイリウムとか持って鉢巻きしてなんかももクロ的な,なんか派手な衣装を着た男性たちがうわー立ち上がって「アーリーン!」ってやってたじゃないですか。お前たちは <laughs> なぜ告知もしてないのに、うん、そのアリーナの真ん中の一番さだまさしファンが欲しがる席をどうやって押さえたんだってなんですかねすごい不思議だったのよ。うん、ななななんかかかアーリンが来そそううところは全部チケット買のらいれって思ったのでそれと全く同じように今回ね <laughs>、はい、終わった後にツイッターを見てそのチャーのライブのやつを中心に検索したら、うんはい、あ,あのねみんな。 一番多かったのが、うん、あのー、マシャのアイコン <laughs>、はい、マシャのアイコンしてる誰かが、はいはい、あのマシャが出てきて一、うん、曲ギタリストとして参加しましたみたいな「<ー>マシャがとっても嬉しそうだった」みたいないっぱい書いてあるのよ。ていうことは福山さんファンの方たちってことですよ、ね、だってアイコンマシャだもんそうだよね。<laughs> <laughs> <laughs> それでチャーさんファンっていうことなんかね <laughs>、うん、あのー、なんだっけな,なんかねギターに名前をつけてたんだよななん,なんかその色からくるような名前 <laughs> 赤っぽいギターだったっ、ねはい、そのギター「三三五」っていうギブソンの「三三五」を持って出てきたんだけど、はい、なんかその三三五だなんだっていうことは分かんないみたいで「うん、まさか何々ちゃん」を持って登場みたいな「うんうん、チャーに褒められて嬉しそうだったみたいなことが書いてある、うん、そういう書き込みがいっぱいあって。 こんなにいいいたのっていうぐらい <laughs> だって「出る」なんて誰も言ってないしさ「そうですね、マシャのラジオ」でも言ってないのよ「マシャのラジオ」で確かに「じゃあちょっとあれだったら来てよ」みたいな「ああ、うん、じゃあこれはなんとかしないといけないっすね」みたいなことは言ってたのよ。うんうん、だけどそれが「出るとは言ってないし、うん、じゃあなんかそのあ後の j a v e の番組ではなんか「いやまあ来てもらってもなんかそんなやることないしね」みたいな。うんうん 参加してないプロデュースだけの人もいるしねうん、うん、みたいなことを言ってたのに、うん、チケットをわざわざ買って、うん、武道館まで来て<う>でマシャの一曲聴いて帰るのかなあの人たちはいやそんなことないでしょちゃんと全部楽しんでいくでしょすごい盛り上がりようだったじゃないですかまあそうですねで,で俺の斜め上にいた女がずっと静かだったのに、うん、急に「マジャーマジャーマジャー!」って <laughs> うるさいよ <laughs> チャイナコンサート見に来てんだよ。ずっと、急に、どうした、お前っていうぐらい。テンション上がっちゃうんだよね。<laughs> うん、<laughs> すごい勢いで、マシャマシャ言い始めて。しょうがないよ。しょうがないよね。うん、でも、かっこよかったね。深かっこいいもん、ね。ギターも。ちゃんとフレーズも、もう多分リハーサル。倒せる感じの。 でちょっとなんかあの福山さんのギターはなんか調子が悪かったみたいな、うん、音は今一つだったみたいなんだけどさあ<ー>でもあのそれなりにいいプレーして、はい、多分「チャあ」を見に来たギタリストも「うん、お福山雅治ってギターうめえじゃん」って思うぐらいの演奏してたもんね<ー>すごいよねやっぱさそこさすがね。ね<ー>さあそしていよいよ、まあ、こ,れこれでかおりんのもう熱はもう終了みたいな、ね。<laughs> よかったみたいな、ね、感じになってるけどでちょ途中で面白かったのが <laughs>、はい、その途中のユー,ミンぐらいユーミンの前ぐらいの時に、うん、あのちょっとすずれちゃんとコップさんにあの CD とその最新の CD、うん、どうせ聞いてないだろうから <laughs> 最新のその CD とそれからパンフレットをプレゼントして差し上げたのねそれ、はい、でどうせ多分あれ,あれとか聞いたっつって「あ聞いてないです」っつってあれ「あれ聞いた」っつって「あっとあれは聞いてないです」みたいなそういう感じで。<laughs> <laughs> ま,あまあまあまあ聞いてなくても大丈夫大丈夫楽しいと思うよみたいな感じでいたらばさ、うん、そしたらあのその5曲ぐらいずっとそのゲストが続々来るじゃない、うん、みんな来ちゃうっていうようななりになった時にそーっと鈴音ちゃんが袋から CD を出してこうやってあと誰が行ったのってこうチェックするっていうね <laughs> お気になるもんね <laughs> てかそれすら知らなかったんやっていうね、うん、<laughs> だからえ「え福山雅治とか来るのかな?みたいな」 あるじゃゃなないいですかか、はい、え、山崎と来ちゃうのみたいなそんな感じでね、うん、途中でチェックを入れてそして俺の中ではもう時々は止まらないこれから安倍サダが来るのかどうかですよ生コントが聞けるのかどうか生コントそしたら来なかったわねさすがにねさすがにコント嫌でしょ <laughs> チャーさんだって生でやるの。なんで安倍サダ来ないかなもう。 俺も阿部茶道が来てたら、うん、あの斜め後ろの女より「貞男、うん」っって「貞男」じゃないね「破壊」って言うんだよねあれ。あグループ魂の時は破れるに壊すと書いて破壊ですああそうなんだ <laughs> そういうあ破壊と暴動とゲストで来るかなと思ったら来なくてね、うん、その代わりなんかその面白いコントをちゃんとスライドショーみたいなので再点して大、うんね、ウケだったわよねあ楽しかった武道館中大爆笑になるっていう。う そんなのがあってそれで一番最後は山崎正義さんが出てきて一緒にゲスソロ回しなんかをしたりそれからギターも一緒にプレイしてそれでこれで全曲やったなと思ってそれで最後にもう一曲新しい曲をやったりなんかしてそれでアンコールでねアンコールはもうあのみんなを集めてもう一回ねもう誰も。 最初に出た人なんてもうその後出番がないわけだから、うん、もう帰っちゃってるんだろうなと思ったら全員揃揃う、ねね、一つのステージ、ね、勢揃い豪華でした、ね、豪華だってあれは、ね、レコード大賞でもないよあんなの「うん、紅白歌合戦」だってあんなメンツ揃わないよ水曜歌謡祭だって無理なんでだミュージックフェアでも無理よそんなのは。 ラブラブは。ラブラブオールスターズならあるかも。ちょっと懐かしいけどね。<laughs> ラブラブオールスターズって。堂本兄弟なんだっけ。最後今、あ、最後のほう、ね。時々スペシャルでや、ったりするわよね。うん、そんなことはいいで、ね、だから。<laughs> そのメンバーがみんな勢揃いして。うん、ね。ねもう圧巻だったわよね。もう全部から目が離せない感じ。うん、あの。 泉谷さんと布袋さんが並んだ時のあの同じ生き物かっていうぐらいの慎重さとねまた布袋さんもなんかちょっと自分にマイクをわざと合わせ高さを合わせてで泉谷さんが下からこうジャンプしてりなんかってそんなちょっとちっちゃいなんかんか絡みをやるところには絶対福山さんは加わらないみたいなね。<laughs> <laughs> ちょっと笑っって見てるみちょっと遠巻きにして見てるみたいなのとかさ、うん、あとそれからそういうのがあったりそれからなんかあのなんだかちょっとしたことなんだけど一、うん、人ずつ紹介して、うん、またそれもはけ方が潔かったじゃない、うん、一言もなんか喋ることもなくあの泉谷さんだと全然喋ゃなかったもんねそうですよねちょっと暴れて腕立て伏せしたぐらいでね。 それでタミオちゃんももっとしゃべったら面白いだろうにしゃべることもなく、うん、でユーミンって言って帰っていく時に、うん、そのユーミンをこう拍手して見送る福山雅治ってレアじゃない さ、ね、りゆくユーミンにお拍手しながら見送る福江はマシャってレアじゃない、はい、レアですか <laughs> でマシャの隣には山崎もセウスさんいたりとかさすごい豪華じゃない何かそうだねそんなステージも最高だったわよね、うん、それで「シャイニング言うシャイニングで」なんて曲を一緒にやったりとかして、はい、その後にですよ、はい、その後にいい感じでジャーンって終わってる時にわっ もそのカウント来た時に俺たち長いことのチャーハンは「来た!」って思うわけこれカウントが違うの。カウントが違うのチャーハン。あの曲の時のカウントは違うの。だでだって「ああ来た!」って思うのみんな。ぶどうが武道1曲目だろうが途中だろうが何だろうがとにかくどこでも「あだダッサって言って「きたらあ来た!」って思うのよ。それで「スモーキー」っていう名曲が始まってね。 あれはもう鳥肌もんだったわよねね、私もようやく生の,の、ね、初本物のスモーキーが聞けました、ね、よかったわよねずっと下手くそなスモーキー聞かされてたから <laughs> <laughs> やっとスモった。ー、ね、素晴らしかったわよね、うん でそれでもうライブもいろいろアンコールまでやって、すっかり堪能してその後ちょっとご飯を食べたりなんかしてね帰ったんだけど、あの香りはやっぱりなんつってもあれよね馬車が登場したのは大きかったわよね。そうね。生馬車初めてでしょ。実はそうなんですよ。ね。うん。チャを見に来て馬車に会えるなんて。ね。ね。びっくり。だからそこその他に感想ないのなんか。 <え> <laughs> いやいやいやとにかく皆さんよかったです <laughs> お,前お前マ馬車のアイコンの人たちと変わらへんから言ってることが。<laughs> いやでもそのほら CD っていうのさ、うん、そのスペシャルな組み合わせを生でしかも、ね、その曲。 提供したりプロデュースした本人とのスペシャルなコラボで見られるなんてもうこれぐらいしかないでしょ。本当、ねね、だよね。ねだからそんなスペシャルなライブ見られてすごい幸せだなと思いました。だよね。それで鈴音ちゃんが終わった後にさ、うん今度は私にギターを教えてくださいって言うからうん何の興味でなんかあの弾く弾きたくなったのって言って、うん、私スモーキーやります。 <っ> <laughs> いやいやいやスモーキーそんな簡単ではないからって「あの私はそこのチャ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 がやりたいですって」<laughs> そういう感想を持たれたみたいで。 FM サ三点 83.9MHz ミッドナイトプレミア火曜の深夜1時からお送りするのは私、西健司とがこのあと3時までの生放送でお送りする投稿バラエティー、西ラジ。 さあ今週も何事もなく1時から番組がスタートするわけでございますから、ね、いやいやいやもう1時間,1時間経ってますから <laughs> なんか別番組じゃないですかそれは何さっきのはえっ、ー、と「中央区ラブ」いや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 ,いや,いや違うな違います違いますもう始まってますからねどうすんのどううししましょうねう3分の1過ぎちゃったよ <laughs> 今日もね100通以上のメールがもうすでにどうするの本当にどうしようかなって思いながら大丈夫なの？分かんないんですけどここから頑張っていこうと思います。皆さんこのメールで成り立つ番組が今やっと始まりました。皆さんはい大変お待たせいたしました。歓迎を迎えた西ケンゾーで違う裏感じじゃない。もう福山さんかっこよかったな。本当にねいや男から見てもかっこよかったわ。やっぱあああいうこと言うんだ。 とそういう花のある人が来てさ、うん、もうほんと豪華だったよね。 ああいう人たちがチャンを尊敬して今頑張ってると思うとチャンも嬉しいよねファンの人もなんかファンもなんか一緒にそれを楽しんだ感じがしますよはい。ね。はい、マシャファンの人たちも本当に一緒に盛り上がってくれたんじゃないかとはい盛り上がりました<笑><笑>ね。ということで今週も西田市皆様からのメールでどんどんご紹介してバンコーナーやっていきたいと思いますーいネギラコーナーを,お教えをご案内していきたいと思いますかゆうん、歌ありなしボケましょう、うん、実はやったイラっと <laughs> そういうことになっている以上のラインナップで もうちょっとあれは今週のテーマはみたいな今週のテーマをじゃあご紹介しましょうか、ね、えーっとですね「替え歌」はですね、はい、今週は「日清製粉からあげこ」はい「有梨本線日本海が」が、えー、ライブ会場の有梨、はい、この武道館という会場もね、うん、本当になんか聖地っていう感じがしますよね,ね<ー>当時はだけど「ビートは1万人ぐらいの人が入れて、うん、音楽がでっかい音で鳴らせる会場いう ビートルズ側からの条件を、はい、あの満たすようなところが武道館しかなかなったんです音楽が広くてもなんか競技場だと音楽はできないとか屋根がないといけないとか<ー>そういう条件があってそれで武道館でのライブが始まったんですって。<ー>そう思う思となんか,なんか感慨深い この,間のポール・マッカートニーも、ね、そういう考えもあったんでしょうね、きっとね、えー、そういうライブ会場のありなしということで、皆様からね、いライブにいたことない方も、はい、これイメージでも結構ですからね、それこそさっきの玉ねぎの話でも結構ですし <laughs>、はいえー、送っていただければなと思います、えー、ボケまショータイム歴史問題編、えー、今週はですね、1903年にアメリカで飛行機を発明したのは これライト兄弟有名ですね,ですね、えー、このライト兄弟という答えをボケていただきたい、はい、もうかぶるの必須でございますけれどもうもう勇気を出してどんどんかぶっていただきたいと思います「はい、週刊にしら実話という雑誌があると思ってください皆さんが記者になって編集長の西健治副編集長の古谷香織にスクープネタを想像して送っていただいて、はい、面白い記事を、えー、載せさせていただきたいと思います今週はですねブラッド・ピット一家が、はいえー、エコノミーに登場したんです すごいですよね,ね。ファーストクラスとか。ファーストクラスっていうかなんかもうジ自家用車とかで移動してそうでする、ね。そんなイメージだね。ね、なんて奥さんなんだっけ？ジュリジュリジュリジョリジュリジョリジャーなジョリーだっけ？ね、<laughs> それそれ,それアンジャラアンジャラスビェナなジョリだっけ？ね、そんな <laughs> 豪華な一家がエコノミーに乗ってたそれをもう周りの人はびっくりするよね。ね。ね。 そんなその裏にはどんな意図があったのか、はい、どんな事情があったのかそれを想像して送っていただきたいと思います、えー、小さなやった小さなイラッとしたをしたことを送っていただくやったあかんとイラッとハウスそして人生の法則なんだがいつもこういう目に遭うなという愚痴も含めて送っていただきたいと思います、はい、そういうことになっている、えー、こういう投稿ネタがちょっと苦手なんですっていう方は近況などをお知らせくださいふつおたもお待ちしておりますということでメールの募集先を案内

FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもありますのでこちらもご利用ください、ねはい、ただリクエストは受け付けておりませんのでご了承くださいそうなんでストコンフォームの方にはリクエスト曲を書くところなんかもあるんですが、えー、リクエスト、まあ、いただいても結構ですけど、ねうん、いただいたら読みますけど <laughs> かか書けはしない書かれなくてもうごめんなさいねということで、はいえー、皆様からそういったところからされる方法で。 投稿を送っていいいたただきたいと思います、はいえー、今日はいつもだったらあのここで1曲かけたりとかするんですけど、うん、えっとちょっと,ちょっと、まあ、あのまあこちらの勝手な事情ですけどもねちょっとした裏事情がありまして今日はこのまんまコーナーに行こうかなと思います。<laughs> なんでそういういやよくないよそういう <laughs> 何でもかんでもこう裏をばらしてしまうっていう <laughs> <で>リスナーの人には分かんないんだから分かんないよみんな分かってるあ一1時間なのかな<や>って今みんな思ってるのあ今日は曲かかんないなって <laughs> みんな分かってると思う CM 歌うた合戦 そっといつもの感じでお送りしていこうと思いますけれどもまずは先週の MVP などをねご紹介していこうかなと思いますえー、っとまず CM 替え歌合戦の先週の MVP 先週の替え歌はえー、味の素でしたねえー、MVP からご紹介していきたいと思いますまずえー、っとこれこれご本人はすごく意外だったようですねあのこれは被るだろうなと思っって送ったら 意外にも MVP となってもこれかわかんないもんですよだから送ってみるもんですよ、えー、っと味の素の替え歌 <laughs> カジノモトカジノモトマッチ一本カジノモトなんて言いますよね、えー、こちらに被らなかったですねナスビーさんゴリラもこれも何で完結する面白さですよね、えー、そして、ね あの非常に甚だ例外的ではありますが、えー、陽介さんから頂い,いたこちらの「ののだ <laughs> 市原悦子」って書いてあるんですけど <laughs> <あの> <laughs> 市原悦子で読んだら替え歌にはならない気がするんですけれどもあのこういった変化球もたまには。 ありかなとといいうことで MVP でございます、えー、皆さん、どんどん MVP MVP になりますと西座ブがね、えー、2枚追加されますので、えー、ぜひそちらを狙って送っていただきたいと思います。えー、とそれから西座フ古座ブはそれぞれね僕と古谷香織が出しておりますけどピンポンって出してますけれども浅野座ブというのがございまして、えー、町田の中見世商店街にありますカレーの朝のリッチなカレーの朝のここのご主人が、えー、番組を聞いて面白いなと思ったネタ。 えー、あるいは MVP に選ばれた中からね見て、えー、面白いなと思ったものに送っていただいておりますこの間ねお食事に行ってあの浅野座部が5枚貯まった人に差し上げる500円割引券のねお食事券の、えー、カードを確認してで OK をいただきましてじゃあこれでいきましょうということになりました、えー、もうすぐ5枚になる方がいらっしゃるようです あのー、こちらの方で、来週あたり、そうですね。あのー、この朝のザ・ブレースの途中経過など、ご案内できればな、なんて思っております。まだね、多分、最高で四枚のしてるんだよね。折中庵さんとナスビーさんが四枚だそうです,と,す,です、えー、ということで、皆さん、この朝のザブも最近ですね。ただ、若干、朝のザブ目当ての露骨なネタが。<laughs> 増えてておりまして <laughs> これをどういうふうに処理していくかちょっと今番組としては非常に <laughs> 課題になっておりますけれども、えー、先週の「朝の座部ご紹介していこうと思います。替え歌はまず「ギルド小僧さん」から永遠の「ギルド小僧さん」から頂い,いた「いのいち それからあのゴリラ芋、家事のもとも同じですね。ナスビーさんのゴリラもピータローさんの家事の元。これをナスビーさんのカゴリラ芋を入れて4枚になったということですね。えー、もし今週、ナスビーさんに朝の座布が出たら5枚達成ということですよ。頑張ってください。それから、えー、サーキットのおかみさんのイラットハウス。嫁が大したことではないが箸の向きを逆さまに置いているイラ。これね、ありましたね。些細なことでね。 こここういういいいとととででイラッとする、まあ、些細なことがいいんですよそれからザカさんの「金欠で浅野のカレーを旅に行けない」「イラ」っていうねこれザカさん今ちょっと風邪でお休みしてるようですけれどもなぜかカレーの朝野で会うっていうね何 <laughs> なんでしょうね僕は、まあ、んかカレーの浅野に行くと本当にいろんな人に会うんですよこの時はハイさんとザカさんに会うっていうたまりバカっていうぐらいな。 確率で誰かしらに会いますということで、えー、皆様ぜひ、えー、西座フ古座ブそして朝の座ブを目指していただきながら替えー、歌などを思い知りたらどんどん送っていただきたいと思います今週は、えー「日清製粉唐揚げ粉」の替え歌でございますどんどんご紹介してまいりたいと思いますえー、っとまずはイゴールヒロちゃんちんちゃんリンちゃんからいただきました「えー、日清製粉唐揚げ粉の替え歌」 兄さん住んでる山中湖なかなか、ね、おしゃれな気がするバルサミコ女の子好きですよね私のいい人連れてこいこれ雨雨ふれふれですよね <laughs> えっと <laughs> 来たおいしいカレーの朝の一個こういう露骨な朝のザャブ狙いが最近増えてるんですけれどもね えー、これでもとってもいいんじゃないでしょうか浅野座ブ、浅野座ブもだからね浅野のご主人も考えると思いますよ、えー、こんだけいろいろみんなが狙い始めるとね、えー、まあ浅野座ブいろんなあの手この手で狙っていただければと思います千田隆さんから頂きましたありがとうございます日本人なら米を食え、ね、お米おいしいですよねでも僕はお米を控えないと痩せられないなと思う今日このごろ みっちゃんみちみち答えれて <laughs> 何を読ますの。<laughs> 懐かしい行ったね。<laughs> ねえ、みちおくんっていう高橋みちおくんっていう僕の友達はねえ、なんかこれこの歌嫌だったろうな。ずいぶん歌われてましたよ。肉より野菜だベジタブル。確かに野菜はね、僕も野菜は意識的に取り差し上げましょう。 さすらいのことを引き、おたよしさんからだきました。夫婦喧嘩から離婚。あ、違う。夫婦喧嘩から離婚だね。から揚げのからと、から離婚をかけてんだね。抑えが西武、お立ち台。せね、西武。西武っていうのは。救援投手っていうのは。あのー。そういう風に取り上げられるようになったのも結構後期なんですってね、最初の頃はなかった。 でね、一心不乱丸暗記しましたね試験前にはえー、西信最初行きましょうこちらも誰だっけ江夏に野村さんがあの抑えをや,あのやらないかっつったんですったっけね毎日のように登板するっていう勝ち試合になったら毎日でも登板して最後の1回を投げるみたいな。 そういう抑えっていうのをね、えー、野球界に革命を起こした二人組ですよね。サムソンさん。<music> えっと、<laughs> 一旦同点また逆転、四六三のダブルプレイ、あれを言いますね。四六三のダブルプレイ。よく聞きます。最近最近といえばテレビではあんまり野球中継やらないから見てないけど。 SZK08233 からいただきました「一四万塁代打二王」んで野球ネタが多いんだろうね日清製粉から受け子になると「一冊千円からあげ本」なんでもね本にすりゃいいってもんじゃないと思うんだけどから揚げ本とかもありそうでしょうねピータローさん「ニッチもサッチもブルドックボン!」 懐かしいですね、フォーリーブス。日本、チャチャチャ、チャ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 。<laughs> えチャチャ、チャ、チャチャ,チャ,チ,ャチャだ。うふふふ、違った。<laughs> ああ、ぼちゃん一緒に遊びましょ。う。これもうまいでしょうね。これは浮かびますよね、このメロディラインだとね。とこれ。日韓仲良く手をつなご。これは MVP 候補だな そしてこちらリッチなカレーの朝っさんの地数 <laughs> 違うからね <laughs> でもこれはいいですね特に日韓仲良く手をつなごうね本当になにかね国単位だとなんか本当に仲悪いような,なんか。 かなんかいろんなことをあの教育の仕方とかいろんなことあるみたいですけど一人一人でね人間で見たらなんか僕の知ってる人のではなんか韓国の人で悪い人いないですよ、えー、でも向こうから見たら日本人には悪いのがいっぱいいるかもしれないえー、塩掛さんから頂きました「日清戦争勝ちどきじゃ」さかのぼるね東方新規兵役だって。韓国の 違いがあるとしたらやっぱこの平役があるっていうのは大きいかもしれないですよね、えー、国に対する責任感みたいなのはやっぱり愛国心みたいなのでは日本は変わらないかもしれないなって思う時があります、えー、永遠のギルド小僧さん日韓政府よ歩み寄れいいですねみんないいネタを持ってきますね今日はなんかちょっと若干ハイソサイティな

日本政府から変えようだっけねそんなようなやつでした若干かぶり気味って書いてますけどそんなことないですよ、えー、サーキットの神さんからいただきましたありがとうございます <laughs> すごいですよもう初っ端から朝のの勝は絶妙だそうなんですよあのよくあの 無駄に分厚くてでかいカ僕ねあれはねあんまりまあ、まあ、まあ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 分かりますけどねそれにベトっとしたカレーをおーお食べ合わせるあのゴーゴーカレー的なカツカレーもありだとは思いますよなんかそれはあれだとは思いますけれども朝野の,のカツカレーを本当によく考えられてるなと思いますよほんとに食べるほどね、えー、見せられてる人多いと思います。 必死にセーフコーチセーフせーってこうすっごいアウトなのに <laughs> 一塁で紅茶ボックスのれたセーフってややあれやらないといけないんですからね。<laughs> どうにもいやいやそれで間違ってし <laughs> ちゃうってことないと思うんだけど湿疹全部鳥肌よ湿疹に見えて鳥肌ね。 演奏全部カラオケよあの昨日みたいな本当にいい生演奏を聴くとやっぱりライブってのはこうなななくしいいいけないなと思いますよね変わると思うんですよ音質なんかはね今,今なんかあの音質をいくら良くしてももうそういうなんか高音質で聴けるアンプやスピーカーが減ってきてる気がするんですよ。 だからしょうがないと思うんですいくらそれであのいいレコードの音なんかをかけてもそのスピーカーではろくな音しませんからしょうがないと思うんですけどやっぱり生の良さっていうのはねなんかライブハウスもっと音良くしてほしいっていう声も聞くんですあの特に生音にこだわる人からはねだからそういう確かに、あのー、生の音楽を伝える場所は音を良くしなきゃいけないなって思いますね。だってミュージシャンなんかみんなねそういう人たちでも布袋さんも自分のアンプを。 あの愛用のアンプとかをね使ってましたよあのそういうあのマシャもずっとねギターのこう多分自分の思った出音じゃなかったんでしょうねずっとジャックのところがなんかちゃんと入ってないんじゃないか接触が悪いんじゃないかとかボリューム等のところずっといじりながらやってましたなんかあのそういうふうに細かい音にこう気を配って作り手がいい音を出そうと思っている時にやっぱり外のね出音が良くないともったいないですもんね。あの カラオケもいいですけど、やっぱり生演奏の場所っていうのはね、いい音を出して。みんなに伝えた伝えていき、いきたいなと思いますね。キッチン周りをリフォームね。キッチンのリフォームって、お母さんはしたい、らしいですね。西賢治のガラパンよ。ガラパン持ってないですね、それはね、誰かください。<laughs> 母乳を浴びる夢を見た。<laughs> お乳をを浴びまくる夢を見たんですよその問題はあれですよねその夢を見て「ああ,あ,あ怖かった」って見るのか「っ <laughs> つって目を覚ますかどっちかですよね、えー、最後「ちんちん見せてるガキでかがあの」何でも夜中なら言えると思うなよ <laughs> あのえっ、ー、と「西沢あげるね」<laughs> えーと大丈夫でしょうかおじさんあのもう終わったよ。<laughs> 入りづらいわ。入りづらいわよね。だから俺もちょっとここまでは待ってって思いながら喋ってた。<laughs> えー、アマミーズムさんからいただきました。今夜も扇風機から熱風が吹いているアマミーズムです。うん。奄美大島とかは暑いだろうね。ねえーと。日本製品大人気。質がいいですからね。しっかりしてますから。うん おいしいとこどり赤レンジャー最近赤レンジャーって割とひょうきんなのよえ、そうなの前はもっとなんか堅かたなんか正義感の塊みたいな人でそういうイメージがあるそれで青のやつがちょっとグレててみたいなそれで対立したりなんかするパターンがあったじゃないですか最近ねうん、赤がお茶目なの赤がお茶目でダメなやつで抜けたところがあってそれをピンクと あのイエローが先女の人なんだよね。女の人が二人いたですょ、えーうん、その女性二人がもうダメねとか言いながら、フォローしてあげるとか。うんえー、なんか。そういう感じなのよ。昔と違うね。そう、だから、あ、青とか黒とか、そのニヒルなやつが。<う>あの恥ずかしいから、こう表だっては。 っとわからないようにそのリーダーを助けてやって「俺は関係ねえよ」とか言ったりしながらみたいな。<ー>だいぶ赤の存在価値が変わってるなと思って <laughs> ちょっとびっくりするよ、ね、最近見ると変わるよねまあ世の中でリーダーのリーダーのイメージ像も変わるってことだよね。そうだねこれもリーダーのかつての姿ですよねおいしいとこを持っていく。 でなんか誰か打たりたりなんかしてバ、うん、イクで転落したりもう大騒ぎなんだけど、うん、ヘリでふーってきてショットガンでザンガンと打つと、うん、あの悪者がみんな死ぬっていうねそういうパターンは懐かしいけどいい時代でしたよね <music> 最後はクラブで歌い出すこれまああの前のも後とのも西部警察の話 <laughs> そうなんだ <laughs> 渡里さんは最後はヘリから狙撃して帰って それで帰って裕次郎さんボスのところに呼ばれていくと、うん、ボスとこう飲み屋で、うん、酒をカウンターで交わしながら「うん、まあ体には気をつけろよ」なんて言いながら「ボスこそ」みたいなお互いにな「<laughs> って言いながら歌を歌う歌うなんだ牧 <laughs> 村美恵子と歌を歌うみたいなあそういう流れなュだ ね、昔はラリアット一発でもう最近はなんか終わんないわよね、うん、西澤部こんなにいじって西澤部上げなきゃったら怒られるよねえー、と日本製品大人気もよかったな青鬼さんからいただきましたえー、っと「あま、うんね、ちゃんで売れたね足立梨花」足立梨花さんかわいいよねそうですね「最近見ないねなるみりこ」 ノーコメント、えっ、ー、と。<laughs> アイスがうまそうな柴咲コーうまそうだよね。美味、ね、しそうだよね。うん、人生落ちたら上がるだけ。<laughs> <laughs> 何かあったのね。なんか、ね。大丈夫。女優さんシリーズなのか。女優さんシリーズかなと思ったら、<laughs> 人生落ちたら上がるだけではない,っていう。お耳 <laughs> にしざるだね。 えーっと青さんありがとうございます折衷庵さんから頂きました折衷庵さんも浅野さんリーチなんだね、うん、そうなんですよね4枚今これねさっきピータロさんのだっけ読んじゃったのあのー、あれが来てたのよ「坊っちゃん一緒に遊びましょう」あかぶっちゃったこのメロディーを聞くとこの歌が耳を離れませんねえ尺眼よかったんだけどかぶっちゃったね「日韓競馬で穴狙い」競馬ね ツっパりカオリンカツあげようノーコメント、ね、<laughs> 湿気ん脱粉紙おむつもうセッチワンさんどうしたの <laughs> 落ち着いて冷静になって <laughs> もうカオリンが黙ったもん、もう帰ってこなくなっちゃったわよ <laughs> ザカさんからいただきました日経新聞株式市場株価市場だね <laughs> 株式まで読んだからね詰め込んじゃったけど。<laughs> <laughs> 山千春はどこ行った？<laughs> 素敵な奥さんになってるわよね確かね。違ったっけ？今<あ>離婚したんだっけ？そうねお別れされて。お別れされてどうしてるの今？お別れされてまた。また食べる時を。そうですね。そう。はいああ。あも毎テレビでお見かします。もう、まあ、みんな帰ってくるのは全然増えるかもよね。何なの帰っ ちょっとみんな返してほしいわ。何なのその言い方は。<laughs> えーとどうしようかな。あと後半にしようかな。うん後半にしよう。また後ほど。後ほどはいお送りしようと思います。 えー、こんな感じで買い歌今日はちょっと若干長めで難しいかもしれませんが、うんえー、ぜひチャレンジしていただきたいと思います、はい、日清製粉唐揚げこの買い歌思、えー、い知りたらどんどん送ってくださいお待ちしてます CM を挟んで続いてのコーナーに行きます イラッとハウストニモン団長から「西部警察での裕次郎さんの役は小暮課長ボスは太陽にほえろ」っていうツッコミをいただきました <laughs> 投稿もしないくせにこう西部警察のたタになると出てくるて、ね、<laughs> 大好きですからねこういうとこにいたイラッとしますよね早速 <laughs> イラッとハウスお送りしていこうと思いますありがとうございます <laughs>、ね えーとイラットハウス小さなイラットを送っていただきますきさるさんからいただきました炊飯器の予約を忘れて寝てしまい起きて炊飯器を開けたら水のままだったイラあーこういうのはありがちだねショックだねショックだね確かにね俺も入れたつもりがやってるつもりがなってなかったみたいなイラつくよねそれならご飯を炊いて寝ようと思って炊いたら次の日の朝寝坊気がついたらご飯がカピカピになったイラッ そうななのよねね時間が経つとカ、ね、カピカピになっちゃうあの最近復活したペヤングもさ、はい、あのちょっと何かをして、うん、席を外してる間に、うん、お湯を捨てる時間を過ぎてるっていうのがあるよね。<ー>でお湯を捨てても,もうほとんどお湯が出てこなくてさ。 もうぎすぎてもう目いっぱい麺にふやけた麺になってて残念だねそれも,も何をかけてもダメよねあ,<ー>あんなる、ね、ただの水っぽい放置した自分を責めるよねそうなのよあのあのペヤング帰ってきたけどさ、うん、味変わったよねあ本当ですか私まだ食べてないけど変わってないようなふりをしてそーっと出してるけど変わったあ本当、うん、違う すごいね、そこまでわかるった。そっと買いやがったなっていう。何が違うの?。あ、全然結構違うよ、甘みも増したし。ええ<ー>。なんかね。みんな気づくの。気づいてると思うよ。あ、そう。うん、特に貧乏育ちの人みんな。何なの? <laughs>。<laughs> どんだけペヤングに助けられたかわか,からない。あ、そう。うん、池田哲彦さんがいただきました。えー、今日。 あのタクシーの運転手なんですよね今日はタクシーに乗って新横浜で営業中、うん、突然右側の前のウインカーの玉が切れてしまった途中で営業を中止して、うん、磯子区の会社に戻ったため約1時間近くの時間が無駄になったいや、うん、ウインカーとかはね急に切れたりするもんかなん,、ね、なんか最初にカチ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 ,カチっつって、うん、あのー、あんりいかなってなったりするなるそうなもんだけどね、うん、切れたりすることもあるんだね塩掛さん 全部、えー、続けていきたいと思います「首が痛い変なところに血まみができた口の中で皮,皮がむけた」イラ「ん <laughs> 確かにこういう些細なことってちょっとイラッとするよね」うんえー「サーキットの神様高校生の息子がフリスクを7粒から8粒手のひらにちょっと出しすぎて、うん、ねいたい23粒でいいもんねはい、はい、そういうたくさんザラッと出ちゃったんだね、うん、いる?」って聞かれた だ息子から何かこれザラッと出しぎちゃうのいるって言われて「<ー>くれよ」って言うと「はい」っつって一粒だけ渡されたんだ「いらっ! <laughs>」ってお父さん <laughs> そんな感じなんだね,ね<え>お父さんねお父さんには一粒いいかなっていう <laughs> はいお父さん <laughs> <laughs> 1粒だけっていうのは、息子もやるねなかなかねもう1個「髪を切りに行った時なぜか前髪真ん中分けは似合わないんですよね」と言ったら美容師の人が「うん、センター分けは顔のパーツが左右対称じゃないと似合わないんですよ」と言われ「いらん」<laughs> あんまり。 顔のパーツ左右対称って人少ないと思わないねえそんな左右対称の人っていないよね<分>大体右から見た顔と左から見た顔違う,、ね、違うっていうもんねとりあえずさっき言ったらおさんの息子にあげたいよねフルザブもフルザブもさっき言ったらおさんなかなかもらえないフルザブおめでとうございますさすらいのことひっき歌しさんからいただきましたえーアプリケーションそれとりあえず とあるアプリをダウンロードしようと思ったら私が持ってるタブレットには対応しておらずダウンロードできなかったイラこういうのあるよね昔は本当に多かったのが、うん、あのあこれいいじゃんと思って、うん、あのフリーソフトとかをネットでダウンロードすると昔だよ、はい、もう今なんか危ないからそ,そんなツールはほとんど使わないけど、はい、あのそうすると。 Windows 用で大体、ね、あ,<ー>いいあのなんかあの回答が昔は ZIP ファイルって Mac では回答できなくて、はい、それであの Mac は Mac 用のなんかやつでコンパクトプロとかそういうので回答してたんだけど、うん、スタッフ,フィットとか,だかそれがねなんか一緒になっちゃってるようなやつであこれは使えるのかなと思ったら使えなかった。うん、か今はもう くっきり若い時昔はそういうのがね結構フリーソフトっていろんな人のページにいろんなものが置いてあって、うん、もうなんか自由にカスタマイズして使ってたから特に Mac はそうだったからんそんな経験した人多いと思いますよ。トマトさん「月末の土日に連チャンで体力仕事、えー、日本舞踊の大道具で荷物を持つとは若くても体の負担が大きすぎていら、うん」ね「大変ね、でも仕事なので頑張ります」って。頑張ってください 大道具さんとかっていうのは、なんか本当に手際がいいよね、なんか。女の人でもさ、んなんか、あのー。俺が持てないようなものを、軽くその、なんか、通りみたいな人に、えそれ、あげといてくれ、みたいに言われた。はい、っつって、え、うん、これを一人で運ぶのって、手伝おうかって言った瞬間には、もう運んじゃって。男前だね。男前よ、なんか、コツがあるんだろうね、う力の入れ方とかね。ええー、ザカさん。なかなか風邪が治らない、いら。 ちょっと長引いてるみたいねこの時期ってなんか案外そうかもしれないね<ー>早く治るといいよね、えー、お大事にしてください,ださいえっと洋介さんからいただきました休みの日のうちにけ健康診断を受けようと思ったら行った時間が女性限定の時間帯だった会場について初めてする超恥ずかしかったと同時にいらそうねこういう時間帯って最近あんだってね、うん 俺前にあの恥ずかしかったのはあ,のあれよ地下鉄でさ、うん、階段をダーッと降りてジリジリってなってあもう出るなと思って、うん、でも間に合いそうだったからあのまあ駆け込み乗車ってことじゃないですよ、うん、それでもあの間に合ったと思って入った瞬間にバタッて閉まるぐらいの感じだったらそこは男性はこういう経験したことある人いるんじゃない そうだね。<laughs> もっと離れたところにさ、うん、してくれればいいじゃない。まあね、最初に乗るわよ。よね、時間がなければ。<laughs> それでなんかあの若い女の子とかは割と見て見ぬ。ふうにするのよ。まあ街があることあるもんね。<う>なんかこっちをじろっと睨むのが、うん、いや、お前のためじゃないよ。女性性欲ジェはあなたのためじゃないと思うよ。っていうようなババアがこっちを見るでしょ。はあ <laughs> <laughs> みんなのためですよ。<laughs> 女性みんなのためですよ。ういうおばあさんがジロッってこっちを見て、<laughs> すごすごーっとこう出ていく感じね。肩身狭いやっぱり。狭いわよ。あ,<ー>あれ今でもあるんだよね。だ<う>なんか意識少なくなったっ,って言ってた。あそうですか。あ,あ,あまりやったことないな私も。うん、ナスビーさん。カーナビの指示通りの道を進んだ結果、行き違いでき行き違いできず、50メートルほどバックで戻る羽目にイラ。 うん、狭くてすれ違えなかったんだろうカーナビルそこまではちょっとわかんないね,ないね結構大雑把に到着されちゃう、ね、そうだよね金ですみたいな、うん、続いてはやったーさあ今度は打って変わって小さなやったー、ね、ガッツポーズするような小さなやったーを送っていただくやったー 小僧さんからいただきましたやったあかん、はい、冬物のスーツをクリーニングに出す前にポケットの中を確認していたら、うん、50円玉と100円玉と18円が出てきたやったあ、うん、合計168円おおー, <laughs> ースが買える買えるねおおでとうえ西おお、えー、青鬼さんからいただきました 胃の調子が悪く、うんえー、胃カメラを胃カメラ検査を受けたら、うん、逆流性食道炎ではあったのですが、うん、胃にはピロリ菌が全くいないと言われ、うん、あなたは一生胃がんにはなりませんとお墨付きをいただいた<ー>やった、うん、ああこれはうれしいねでもねそうですねそういうリスクがなくなるだけでだいぶ、ね<も>ね、うれ、ん、しいよね 良、えー、かったですね。健康でいたいもんですよね。そうですよ、ね、えー、そんな青鬼さんの、うん、青鬼いとこナンバーシックスティーンさんからちょっと久しぶりですね。<laughs> ねいただきましたありがとうございます。えー、またまたお久しぶりです。先日は放送5分前に寝ちゃったけど、うん、今夜は久しぶりに西ラジオを聞けた。<お>やったー。<laughs> そうやって投稿してみたら、うん、そんな日に限ってオープニングトークが1時間。 そうね、まだ起きててください絶対寝てるでしょう絶対寝てるでしょうね,ね申し訳ないしょうが,がない、ね、そういう時もあるんです <laughs> 許して、えー、聞いてないだろうけど西三郎差し上げますから、えー、<laughs> シェフさんからいただきましてありがとうございますネタが全く思いつかなかったが、うん、オープニングの話の長さのおかげで なんかそれもありかと楽しく思えた。やったー。<laughs> どういうこと？<laughs> なんこれ小銃とみたいな続み方はな。<laughs> <laughs> まあまあそれもありと思っていただけてねご容赦いただければありがたい限りでございます。西田君差し上げましょう。木更田さんからいただきました。やった感。キャッシュバック当選。千五百円返ってきた。やった。 嬉しいよねあのさりげなくコンビニとかでさなんかプレゼントとかいろいろやってるじゃないですか今さすごいんだよサンクスなんだっけサークル系サンクスかいつも行くほら桃さんさんサンクスもあるじゃないサンクスで今新日本プロレスの関連の いろんなレスラーがプロデュースした商品とか、はいはいシールが貼ってあるんですよね。スイーツマカベの作ったなんかクソ甘いスイーツだとか、はい。<laughs> 嘘みたいな甘さよね。クリームになんかあんこが混ざってるエクレアチックなやつ。そう。でチョコレートもかかってる。そう。<laughs> <laughs> どんだけどんだけ甘いねんっていうようなんねさすがスイーツ好きなそうそれとか棚橋さんの割とカロリーを計算したサラダとかお,<ー>お弁当もなんかそういうちょっとヘルシーなやつとか、うん、いろいろあるんですよ、うん、なんかあのー、あとおにぎりもあったなそうですね金の鐘の雨が降るおにぎりじゃねえんかそういやつがあるの、ね、よ<は> <laughs> それでシールを集めてもらえるやつ、うん、新日プレミアムストアのサークル系サンクス」のポストカードポストカードなんだそう すごいんんだよここれ<え>こんなにすごい豪華でそれでポストカードが本当にこういうポストカードであ<の>選手のそう選手の映画映画写真かそう、うん、棚橋、うん、後藤真壁そしてコッジ天山 <laughs> これが一回目のやつ。これもあの十五日で終わっちゃったのね。れねそ,それで、その後の第二弾のやつが。あのカードを今あの。あの出すと、<laughs> はい、中村信介、岡田和親、うん、矢野徹。えー、今最近俺が一番注目している。田口竜介。<laughs> そして、内藤スーパースター、内藤哲也。えー、期間によって入ってる選手が違うんだそ。そう、これが第二弾。おお。 これがみん豪華でねプロレ桃さんサンクスありがたいのはさ俺昨日もう点数集めてたんだけど交換をし忘れてて、うん、で昨日が締め切りだったの1回目の、うん、16日からは別の第2弾のこのカードに変わっちゃう,うん,うん、うん それの前に15までに変えようと思ってたのを忘れてて15の深夜に昨日のライブが終わった後に行ったのねそしたらもう第2弾に入れ替わっちゃってたそれでうわ第1弾昨日のまでだったら変わるもないかなと思って今日はもう1枚分シールもたまってたからそれを持って「もさんサンクス」に行っていつものもさんに。 店員さんねあのあの第1回目の方のカードってもうないですかねあの一応これ集まったんですけど <laughs> 昨,日昨日交換したらもう第2弾のカードに変わっちゃったんですけど「<laughs> あーちょっと待っててください」っつって「ありましたありました」っつって「うん、これも本当は返さなきゃいけないやつなんですけど、うん、いいですよ」っやってんのニス <laughs> <laughs> 嬉しいわよねえ。仲良くね なるとそんなことをしていただける本当にねありがたい限りですよ今日もももさんとカワさんを食べてももさんカワさん買ってきました美味しかったですサンクスの焼き鳥美味しいよね良かったですね良かったですプロレスラーとのコラボ多いんだよね新日とのコラボねサンクスはこれで第二弾がまたちょっとの期間あって第三弾がシークレット秘密なの秘密なの誰だろう これも集めなきゃだね。これもしかしたら過去のさ、うん、あの、新日の選手とか出てくるかもしれない,もれない。もしかしたら初代タイガーマスクとかさ、はあ、長州とかさ。はあ、あ、でも大体、団体がもう、今違ったら難しいかな。うん、でも外人選手とかもあるかもしれないしね。じゃあ、あまだライガーが出てないっていうのはあるしね。<laughs> で、ちゃんと機会、ね。あ、でも、わからん。この間、スーパージュニアのチャンピオンに、あの、頂点に立った、あのー。<laughs> 何?。忘れちた。えそこまで。串田、串田、串田、田口、串田。どっち?。本当にファンなの?。もうないとおかしいよね。ああ、でも。どう分かっええと、ピータローさん。はい。シーラジカセを手に入れた。これでカセットのアーカイブが作れる。やった。ー 僕も今ねカセッその USB がさせるやつで、うん、カセットをそれでかけて USB にダビングができる、うん、データ化できるはいはい、はい、それで一生懸命今カセットでもやっと段ボール1個, 1> 1個分ぐらいは片付いた<ー>まだもう1個分ぐらいは片大変だ。<laughs> 粗大、えー、ゴミで捨ててあった、うんえー、ラジカセを動かないの覚悟で使ってみたら、うん、早送り巻き戻しのゴムが溶けていた以外は普通に使えたので、うん、そういう劣化性とかもしょうがないよね。ラインアウトができるように自分で改造して<う>今絶賛カセットアね。すごいね。でもそういうのできるとね嬉しいよね。 カセットにしかない音源とかあるからね,ねーえーと千田高さんからいただきました仕事が終わって今日も飲む先がないんだろうなと思いながら冷蔵庫を開けたら缶んちゅうはがやった<ー>嬉しいかもしれない<ー>そしてつ,みにつ,じゃつまみにミックスナッツ<ー>やったお,おいしいねナッツナッツおいしいよねナッツ大好物なんですって<ー>えー、トマトさんからいただきました 唐揚げが食べたくて近くの某コンビニへ行って注文したら「うん、今揚がったばっかりですよ」と言われ揚げたての唐揚げを食べることができたやったー、うん、こうだからねコンビニの人とこう仲良くなっておくといろいろ嬉しいことがありますよ、ね。そうですすねよかったねさらいいのきだ ワンピース漫画だよね。はい、の単行本の発行部数がギネス世界記録に認定された記念で、うん、スマホアプリで毎日一話ずつ無料で読めるようになった。うん、やったー。<ー>でもワンえ読んだんじゃないのもう。ねでもまたもう一回読み返しても嬉しいんじゃない？まずもう一回本で読みはいいんじゃない？ なんでそういうことを言うの <laughs> 無料で見られるんだよだって前に買ったんじゃないの <laughs> 買ってないなんでそういうこと言うの <laughs> <laughs> スマホで見られるんだからえ本の方が大きくないなすみさんからいただきました <laughs> また新たな同僚が FM 相模に興味を持ってくれた<お>やった ありがとうございますありがとうございます最近ね会社とか、ね、大丈夫ですかあんまり無理地とかしてないですよね, <laughs> ね <laughs> しつこいしつこいからなんか聞くって言っちゃったとか言われてないですよ、ね、<笑><笑>大丈夫かしら <laughs> <laughs> ありがとうございます、えー、最後はイゴールヒロちゃんチンチャンリンさんからいただきましたイゴールヒロちゃんチンですほんぜあのよくイゴールなんですねって、うん、あの浅野のご主人も思っててはい で、本人がいや、あの、ちゃんりんさんっていうのは、西さんが勝手につけてるんだよ。<laughs> そうなんだよね。<laughs> 正式にはイゴールヒロちゃんちんです。そうです。だから、イゴールヒロちゃんちんさんって言っても、なんかね、<あ>ちょっとなんか。そうそ,うそうイゴールヒロちゃんちんさんっていうのも、ややこしいし、うん。ややこしくなるんだったら、どうせなイゴールヒロちゃんちんちゃんりんちゃんにしちゃおうっていう。うそういう話です。うん、もっとやや,やこしいよね。<laughs> 昨日。ほと と言われまし,たしかし春,の春に公園の近くで偶然見つけた蛍の標識があるところに行くと、うん、写真はうまく撮れなかったのですが近くで蛍が見られました、うん、やったー<ー>夜勤をしているので休日しか蛍を見に行けませんがもう一度道歩川公園で蛍リベンジがしてみたいですそっかな、ね、なんてタイムリーな話題何が 今日ね、ちょっと何がじゃないでしょ。なん <laughs> <laughs> で何が。あの今日この番組が始まる前に、<何>えっと道法学公園に行ってまいりました。八時四十五分の入場が最後の締め切りなんですよね。そう,そうなんですよね。そうなんですよ。よ、うん、ですからあの道法学公園今日行ったらまあホタルの多いこと多いことね。いっぱい飛んでましたね。びっくりしたね。うん、あのあれ前は何年前くらい行ったの。 うん、3年前だっけそうですね,ね何年か前にそれぐらいに行った時は、うん、そんなにいなくて、うんまあ、たくさんいるんだけど見つけるとなんか「あそこにいた」とかね「うん、あここに2匹いる」とかそのぐらいうん、うん、全部で何匹見たかなって帰りに、うん、8匹10匹ぐらい見たかなってカウントできるぐらいだったんだけどう、ね、もうホタルだらけよね今日はね見てたら隣でちっちゃい子供が「あいたいた!いた」 いたー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 いた嘘！痛 <laughs>、うん、くなるぐらいずっといる感じよね。<う>本当にずっと見えるぐらいね。本当に視界の中でいっぱい飛んでましたね。ね。綺麗、うん、でした。あのちょっとムービーなんかも撮ったんだけど綺麗に撮れたりするぐらい。うん、あとなんか。 あのもう死んじゃう直前だったのかもしれないけどね、うん、あの下にいましたね,あそうですね草のところに光っているねぼやーと光っててルって息を止めてる時に光るらしくってな、うん、くなる死んじゃう直前っていうのは光りっぱなしになるんですってね呼吸ができなくなって衰弱死するんですってルってあそうう、ね、外敵がほらいないじゃないですか。<う>なんか匂いがきつくて 鳥だからあんなに光ってられるんだって目立つじゃん目立つね普通なんか狙われるじゃん目立つとか目立っても平気なのはすごい臭いんですってんかだからねんかその地べたの上に草の上にずっと止まってほとんど光りっぱなしになってたホタルも子供たちが珍しがってねあこんなところにいるっつってなかなかそばで見られないよねそんなのも見られるぐらいにもうホタルだらけ。 ちょっと幻想的な感じに、わーっとたくさん、2つぐらいそ、そうなんですよね。この2週間ぐらいあのいつもよりも開演時間を伸ばして、うん、そう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 ,そ,うその公演入ることができるんですが。 21日,21日の日曜日まで、うん、えと遅くまで、はい、夜8時45分まで入れるようになって駐車場なんかがちょっと混んでたりしたんですけどね、うん、なんとか入れまして、はい、でずっとね蛍もね、うん、あのー、今日が60で確認された数が<う>えっとね一番多い時には先週ぐらい。 先々週に百二十匹ぐらいいたりするんだ。もっと多かったんだね。んだ,だ,だんだん減ってるみたいなんですけど、うん、一応日曜日,日ぐらいまでは。はでも前は二十何匹とかだったもんね,そうね、うん。それに比べてやっぱり多いのか。あと天候にもよるみたいだけどね。ね道胞川公園はあの夜八時四十五分に入るのが最後だそうです。はい、皆さんぜひ。たくさんホテルが見られると思うので。よろしかったら。 でもきれいだったよねそうですねじゃあ続けてこちらもいきたいと思いますういうい人生の法則何だかいつもこういう目に遭うなというのを送っていただくそういうことになってえっとご紹介していきましょうキサラさんから頂きました「で、帽してトースト食べながら投稿している女子と曲がり角でぶつかるとよくあるシチュエーションは見たことがない」ねっ 漫画だとあんなにたくさんあるのにね現実ではなかなかないもんですよね昼休みに学校の屋上でご飯を食べるとか放課後に屋上で寝そべるシチュエーションは見たことないしまず学校の屋上は閉鎖されているので入れるで僕らの時代ぐらいだと屋上はよく行きましたね行けましたね寝そべったりもしましたね遊んだりしました えっと今もう閉鎖されてんのかえー、っと他には「大塚さんからいただきました」これ「普通たって書いてあるね普通たなのかな普通た俺普通たを読んでるんじゃないよねじゃあ大塚君の普通たを読みますね えー、今日は札幌の自然の全線に乗っていました、えー、その帰りの札幌駅で指定券の券売機で困,りは困っていた外国人観光客の方と遭遇、えー、帰りの飛行機に乗るため空港行きの電車に乗りたかったそうなんですが意味が分からないそうです、えー、画面には座席はどの席でもいいですか席を決められますかといった趣旨の表示 私は最初の画面に戻して英語表示に切り替えその人は無事に切符を購入できましたというねいいことをしましたねおそらでねで今はそういうことになっているさあきっとの神さん「ファイヤーバードは焼き鳥のことではない」ういうない「もうファイヤーバード」っていうギター昔持ってましたけどね1976年のアメリカ建国200周年モデルですかいいギターでした 僕は引きこなせなせかったです全てのハーフタレントが可愛いわけではない,そう,いう <laughs> そうだよね混ざり方にもよるものね <laughs> これは確かに西田えー、っと続いてはちたたかさんから頂きました「スナック菓子を食べようと思ったら空い <laughs> 空いた袋は捨てておけもん子どもは」 人につてといてほしいよねあっあったと思って食べようと思うと思うねよだれ出ちゃってるからねこっちはもうねコーラを飲もうと思ったら気が抜けていてめちゃめちゃ甘くて清涼感がない飲み物になっている残ってたらちゃんと蓋を閉めておけ息子ども、ね、<laughs> 子どもたちってそうですよね本当にねえー、とザカさん カレーの浅野に行くと2回に1回は知ってる人と会う会うよね本当にね、まあ、町田のカレー屋さんだからっていうのもあるでしょうけどそれにしても会いますよね本当にねえー、ザカさんともお会いしましたえー、っとなすみさん「1万円や5,000冊が崩れたらそれまで以上に早く散財する」あ<ー> 確かにねなんか細かくしたらなんかなくなるの早い気がしす西三郎さすらいのこと引き歌吉さんから頂きましたお菓子メーカーはどんな味お菓子でも抹茶味を出せば売れると思っている<それ> <laughs> 多いよね俺もあんまりそんなに抹茶味で選んで食べるってことないけれどもこれも確かに。青鬼さんからいただきましたカラオケで 番号を適当に入れたら聞いたことのない演歌がかかる <laughs> やったことないけどそうかもしれないね演歌って多いもんね本当に、えー、サ,スサスペンスドラマで見たことのない俳優女優は殺される <laughs> そる、ね、<laughs> キャスティングである程度分かっちゃうってあるよねこのクラスの役者さんが出てきたらあのまず。 犯人っぽいよなとか思っちゃいますよね最初にねさあというわけで、えー、こんな感じで皆様からの「えー、やったあかんイラットハウス」そういうことになっているお待ちしておりますえっ、ー、とどうしようかな CM を挟まずに「替え歌をもうちょっと紹介しようかなあやったあかん来たまたえー、ちょっと CM またぎで CM の前の間に「替え歌をもうちょっとやっとこうかなと思います今週の替え歌は「日清製粉からあげ粉」です えーと来週の「替え歌はなんだっけ、えー、とくくリリカにしようかなと思ってます。あなんかこれ,これも微妙だったんだよなあのちょっと違ったんですよ僕の思ってた音ではなかったんですよね。でもあの一応 CM どうだっけ長澤さんあ森高千里さんが出てた CM だっけ クリン二カ <laughs> こういうことだったんです。これでいきたいと思います。来週はククリンカ、ねえー。今週は C.M. 海老高線は、えー、日清製粉から揚げ粉です。えー、とルールはね再来週です。あのだ来月もだいたい文字数が多いやつやったら短いやつ、短いやつやったら多いやつっていう風うにしてるんで。貴、えー、さんからいただきました。 ええと、今週の会え歌は日清製粉から揚げ粉。一寸法師どんぶらこ。日朝関係よくなれよ。日本一の朝のだよ。<laughs> 久更さんも朝のカレーの朝ご飯食べたいって言ってね。一本、二本、三本です。懐かしいね、三考さんね。 えーっとありがとうございますえーっと <laughs> 日清サラダ油天ぷら粉か <laughs> ら揚げ粉は天ぷら粉なったか、ね、日清清ソにラメッコこういうシチュエーションもあったでしょう、ね、<laughs> 朝のカレーのかつ揚げ粉 <laughs> みんな一緒やな <laughs> えーっと 真夏の果,果実、香りんこ、なんだこれ、真夏の果実、香りんこ、香りんこ、香りんこ、分かんない、えーっと、知足堂さんからいただきました、微分、積分わからねこれは別だよな、ミシン、手にするままはエコ、ね最近、ミシン使ってるんですかね。 ミッキー激減、ま、さか猫,猫の影響でミッキーが減る減るってどういうことよ。へっ、下手だと言っても、まさ、あ、か、失神下手するのは飲み過ぎなんじゃないでしょうか。えー、木更津さん、日清戦争1世紀、日本郵政寒波だよ。 朝のといえばカツカレー。もうみんなすごいです。もう朝のザブデライが最近ひどいです。ええー、ちょっと <laughs> チャレンジしていただきたいと思います。えー、今週の会話はまだまだご紹介しますのでね、よろしければ思いついたら送ってください。 F. M. 三組八十三点九メガヘルツミッドナイトプレ。イ西ラジ。ボケまショータイム、歴史の問題編にいきたいと思います。はい、えっと、ちょっと来週のネタをおさらいしておきましょうかね。お願いします。ご紹介しておきましょう。えっ、ー、と、来週は。替え歌、先ほど言いました。クリニカ。ね、うん、クリニカ。クリニカ。例題は。 クーリンリカ、仏金ミだとかね。ほう。えーと、それからこのうん週刊ニシラ実はこの <laughs> 週刊ニシラ実話は,は、うん、オープニングトークであんだけ話しましたけど、はい、先ほど言ったようにチャーの関暦前夜祭のライブ、はい、日本武道館の、えー、ものすごい早々たる先ほど言ったようなゲストが来たんですよ。そうですね。大変な数。 うん、だからそのゲストを「ちゃあの」の還暦前夜祭に豪華ゲスト「実は」っていうのにしてみようと思うんです。うん、ってするとあの誰でもいいじじれるじゃない、うん、あの泉谷さんでも、はい、あのムッシュ釜安さんでも布袋、はい、さんでもユーミンでも、うん、マチャでも、うん、奥田民生さんでも、うん、誰でもいじれるじゃないですか。うんはいはい なんで安倍ちゃんが来なかったことか。安倍博がなぜ来なかった。安倍博。安倍博。安倍博さん。安倍ちゃんって言った途端に安倍博になっちゃったあんだけ貞夫貞夫言ってたじゃない。違う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 、破壊。と。ややこしい、フル魂の時は破壊。そう。だけど、あのその、それが、あのそれぞれをいじれるじゃないですか。で、ちゃ自身のこともいじれるかもしれないし。あの見に行ってたすずねちゃんとか、カオリんをいじってもいいし。日産とかね。 まあ、あの、そういった感じに <laughs>、えー、いろいろいじりやすいかなと思うので、はいえー、やってみようかと思います。はい、と、チャーの還暦前夜祭、武道館のね、はい、ね、豪華ゲスト、実は。っていうふうにしてみたいと思います。うん、来週は、それから、もう梅雨真っ只中なので、はい、梅雨のありらしいというのに、してみようと。思います。はい、えー、田畑を潤すのはあり。田畑。田畑。って言ったら、かおりんが、なんか、なんか。 すっげえ分かりにくいっつって。えタバタって？って。タバタ。山手線のタバタが滅びたら大変じゃない？地駅名か。<laughs> あとそれから、ボケましょタイム歴史問題編は、うん、1915年ドイツのアインシュタインが完成させた理論は。 これね正確には「一般相対性理論」っていうそうなんでも相対性理論でいいかなと思います、うんあのー、細かいことは置いといて、はい、アインシュタインが完成させた理論相対性理論としましょう、えー、例題は「アイインンシュタインが完成させた理論は新体操の基本を作ったのはアインシュタインだったのね」っていう<ー>リボンは使うべしみたいな。<laughs> 何それ。<laughs> みたいな感じでいこうと思う、はい。こんなんで。<laughs> こんなんでって言うなよ。<laughs> 大丈夫です。こんなんで全然十分ですからね。<laughs> ええ。今週はのショータイム、今週は、えー、っと。千九百三年に、アメリカで飛行機を発明したのは。ライト兄弟。ね、このライト兄弟をボケていただきたいと思います。はい、えーっと、これの問題はどうしようかな。飛行機を発明。飛行機を発明したのは、ワンにしましょうか。 えー、キサルさんからいただきました飛行機を発明したのはセンター兄弟飛行機を発明兄弟飛行機を発明したのは山上兄弟飛行機を発明したのは京大兄弟半大東大京大,大,大って京大って言っちゃった <laughs> 古丸さんからいただきました飛行機を発明したのはピンから発明したのはライトフライ 飛行機を発明したのはライト級チャンピオン、えー、ナスビーさんから頂きました飛行機を発明したのは生徒兄弟飛行機を発明したのはライト交代飛行機を発明したのはライトショータイムいろいろ考えてくるねサムソンさんから頂きました飛行機を発明したのは道元兄弟飛行機を発明したのはドリフのバカ兄弟 を発明したのは加納姉,妹姉妹を入れてくるあたりいいですねええ洋介さんから頂きました飛行機を発明したのはライオネル・リッチ飛行機を発明したのはライオネス・アスカ飛行機を発明したのは飛行機を発明したのは飛行機を発明したのは左とん平 みあのライトだから右なめげ右打ちの人っていうね。うん、ライオネルリッチとライオネスアスカはライトのラインにかけてきた感じよね。うん、左トンペイはこう右じゃなくてライトじゃなくて左っていうのでかけたんだろうけど、うん、トヨタマナミヤなんだろうね。 ってなっちゃうよねザカさんからいただきました、うん、飛行機を発明したのはソウ兄弟ピンカレ兄弟も来てるんですけどね残念、えー、サスライのこと引き歌ヨシさん飛行機を発明したのは千原兄弟飛行機を発明したのはライトセーバー飛行機を発明したのはドクター中松やっぱり兄弟ネタ多いと思ったのよ、うん、そんな中であのドクター中松持ってきたのは <laughs> ドクター中松のね,ね発明といえば<ー>ドクター中松っていうこのど真ん中を攻めてくる勇気厚木のタックルさんから頂きました飛行機を発明したのはマクガイアブラザーズ兄弟か飛行機を発明したのはウルタラ兄弟飛行機を発明したのはカラマーゾフの兄弟飛行機を発明したのは北野兄弟飛行機を発明したのは電話してちょうだい ね、ピアノのね兄弟兄弟でこう押しておいて兄弟、うん、でちょっとひねって、うん、電話してちょうだい,うい流れは良かったと思います一度もあげましょう千たたかさんから頂きました飛行機を発明したのはリンドバーグ飛行機を発明したのはレフト姉妹全部逆にしてきた <laughs> ライトをレフト兄弟を姉妹 えー、セッチワンさんからいただきました飛行機を発明したのはタイトスカート飛行機を発明したのはサカ兄弟飛行機を発明したのは美和子協定 <laughs>、えっと、池田哲彦さんからいただきました飛行機を発明したのはライトミドル、ね、レフト姉妹も来てるんですよ<ー>レフト姉妹で被るかね

分かりやすく言うと「はい」の兄弟えっと飛行機を発明したのは飛行機を発明したのはテリー・ファンクとドリー・ファンク陣営のザ・ファンクス <laughs> 日本では特に人気あったからねえ ヒョウカケさんからいただきました飛行機を発明したのはラフな父さん飛行機を発明したのはフフフな父さん飛行機を父さん推しでも良かった気がするんだけどな意味は分かんないけど、えー、<laughs> s z k 八二三さんからいただきました飛行機を発明したのは若隆兄弟飛行機を発明したのは宇宙兄弟宇宙兄弟見たかったんだよな俺見たいんだけどまだ見てないんだよな 三河さんからいただきました飛行機を発明したのはライプツィヒ飛行機を発明したのはライトウッドオルブライト昇降飛行機を発明したのは近江兄弟、えー、小新さんからいただきました最後。飛行機を発明したのは逆ゲミジロウ飛行機を発明したのは乗せ稽古アテンションプリーズだね飛行機を発明したのは窓川博はぁ <laughs> 飛んで飛んでだね。はいはい。<laughs> みんなそれぞれ結構勢を絞ってますね。すねいい感じだと思いますよ。どんどんこういう感じで送っていただきたいと思います。はい、来週の、えー、ボケバ小隊の歴史問題編は1915年ドイツのアインシュタインが完成させた理論は相対性理論ということで送っていただきたいと思います。はい、えー。続けてこちらもいっちゃいましょうかね。はい 週刊にしら実は行こうと思いますそういう雑誌があると思ってください、うんはい、えー、私西健次が編集長古谷香織が副編集長皆さんが記者になって、えー、素敵なスクープを想像して送っていただきたい、はいえー、採用されればピンポンがなりますおつかおさんからいただきました今週は、えー、ブラピ一家がエコノミーに実は いいろろ考えあるんでしょうねでもかっこいいですよね子供たちに普通の感覚っていうのをなんか変な特別ちょっとね、じゃなくセレブな感覚を持たせたくないっていう、ねはい、いい感じでいいと思います。家計の差し引きがゼロだったのである程度ケチって貯蓄を増やそうとする運動の一環だったー、えー、ピータローさん「ブラピーカーがエコノミーに登場」。 <実>はえっと好みだったからえっと<右>、えーうん、海だったからえっ、ー、ともう海だったから<ん>えっともう海だったからえっ、ー、ともういいか <laughs> <laughs> なになに <laughs> えーっと SZK08233 からいただきました偶然 家族ぐるみの友人が同じ飛行機に乗ることが分かってて、うん、延々と喋っていたら友人と一緒にエコノミークラスへ登場してしまったしかしまだまだ話し足りなかったので切符交換してそのままエコノミークラスに登場した、うん、なるほどねそれ流れでっていうことですね、うんえー、アマンーミーズム記者から頂きました「ブラックピーーカがエコノミに自家用ジェットに乗りすぎて人が大勢いるエコノミーにテンションが上がった」 <laughs> うすっげえ人いるすっげえ人いるっつって <laughs> すぐそばに人いるすぐそばに人いるっっ <laughs> <laughs> エコ好きセレブなのでエコノミーをエコロジーと勘違いしていたあ車も確かねそうなのあのなのんだっけプリウスからの手品を持ってて<ー>ハリウッドではそれが主流らしいです、ね、へえそうなんだなんとかエコノミーになれたものの、うん、機内食はより好みだったそ,そうね 食べ物はまではね合うかでもこれ面白かったね、うん、塩掛さんからいただきましたブラピ一家はエコノミーに登場乗った飛行機が天草エアーラインで座席の種類が一つしかなかったから椅子取りゲームで負けたからっていうのもあるけどこれ面白いね天草エアーラインだったっていうのも面白いねか <laughs> 座席の種類がエコノミーしかなかったっていうね天草 <laughs> 乗った方がニュースになる気がするけどね。<laughs> これ面白い。えー、西沢さん次第。ました。キットの神さんからいただきました。えー、ブラピッカーがエコノミーに登場。実はーブラピッ家族の庶民体験アトラクションだった。アトラクション。春だつは。は警備のことを考え、安心してエコノミーに乗れるように、エコノミークラスに乗っているお客さん全員をエキストラとしてブラピーが雇っていた。 すごいねこれ <laughs> 全員雇われてたっていう <laughs> こ,れセフこれは新しいねこれも西村さん面白いですねで「古さんも出ました」編集長副編集長からピンポン出ましたよ青鬼さんから頂きましたブラピッカーカゲエコノミーに登場<は>チケットカウンターの女性がたまたま日本人で好きなタイプだったので以前に覚えた日本語で「エコノミー」。 とアプローチしていたら奥さんにエコノミーと不思議がられたので子供の教育のためと言うしかなかった <laughs> <laughs> それなんでわざわざエコノミーって <laughs> 日本語をセレクトしたんやろねえ <laughs> そう。面白い。<laughs> <laughs> えー、イゴールヒロチャンチングさんからいただきました、えー、ブラピッカがエコノミーに登場実はファーストクラスに絶っ嫌いなコメンテーターがいるとある筋からの密告があった <laughs> <laughs> ね、これもあり得ない。ありえるはず、ね。嫌だ,、ね、だったらね。したたかさん、えっ、ー、とね。うん、天気が良く自転車に乗りたくて、うずうずの血だったかです。うん、明日、食品業界の展示会が札幌のアクセス札幌というホールであり、久しぶり。10年ぶりに見学に出かけます。<ー>ついでにお菓子組合の菓子組合の事務所と息子のところには寄ってこようかと思っています。息子さんそう、そっか今。 離れてるのね,ねえー、ブラピッカがエコノミーに登場<は>ライオンはこう谷底へ突き落とすということわざに習い、うん、自分たちがどんなに贅沢か家族に思い知らせるためそうだろうね。 ライオンって別に自分は一緒に谷底に落ちないわよねああ一緒にエコノミーに乗ったらみんな家族でみんなで谷底に落ちるみたいなそこと <laughs> トマトさん、えー、ブラピがエコノミーに登場実はエコノミークラス症候群にならないように訓練させるためなるほどねうそういう訓練も必要かもしれないさすらいのこと引き歌いをしさんから頂きましたブラピッカがエコノミーに登場うわうわうわびっくりした。<laughs> <実>は予,約予約の時にちょうど持ち合わせがなかったため <laughs> 本当にそんなことあるのかなこれ面白い、ねえー、次の映画でエコノミーに乗るシーンがあり役作りのために乗った <実は S 1> マネージャーが間違えて予約したのを直前になって気が付いたため、うん、変更が利かず庶民派アピールすることにしたなるほどね 関係ないこのコンサー予約の時に持ち合わせがなかったっていうの面白いそれ面白いね,ね <laughs> そんなことがあったらちょっと親近感が <laughs> これ1個にしとったらもうちょっとピンポン早く出てるよ <laughs> ザカさんブラピ一家がエコノミーに登場<は>ブラッドピット一家だと思っていたらブラックビスケッツのメンバーの一家がエコノミーを使っていただけの誤報であったわ <laughs> かるやろわかるやろ <laughs> <laughs> さんにえー、っと池田哲彦さんから頂きました「えー、ブラピッカがエコノミーに登場」<は>「贅沢をしないように」と一家で決め以前からエコノミーで予約していた普通, <laughs> 普通や普通やええー、洋介さんから頂きました「<は>エコノミー症候群体験モニターに選ばれたから」 体験モニター。応募してんのかい。ナスビーさんからいただきました。ブラピ一ヶ月エコノミーに登場。実は家族横一列で並んで乗りたかった。<laughs> <laughs> エコノミーじゃなくて、園長の、あの。ええ、ファーストクラスで、一縷横一列になれないってこと。ええー、わかんない。もう、その前に、ファーストクラスの乗り方がよく分からないかった。<laughs> <laughs> あの武道館にさ初めて鈴音ちゃんが来るって言うんで「うんはい、武道館ってあの何だっけあの,あの,あの,あのドレスコードとかあるんですか?」って言うから、うん、当たり前では武道館って言うぐらいだからみんなあの剣道着か柔道着で。んだけど普通の格好して着やがって、ね、そりゃそうですよ。<laughs> だあのなんかあの男性の方はあの格闘家じゃないと入れないよって言って、うん、そしたら鈴音ちゃんが「<laughs> 私は」 あのー、セコンドで行きますって言うから、うん、女性はセコンドは無理男性しかセコンドは女性は格闘家かそれからラウンドガールしか入れないんだよって言ってでカオリにはラウンドガールとして来るように <laughs> <laughs> セチュアンさんからいただきますブラピーカーエコノミー」に登場実は うっかりアカデミーと願望が漏れたのを航空会社がエコノミーと聞き違えた、うん、<laughs> アカデミーとエコノミーなるほどねその本音が出ちゃったっていうのがいいよね願望が出たっていうのもえと、ー、くりくりマロンさんから頂きましたありがとうございますくりくりマロンさん今日も読まれてたねジェネウェブでね「ブラピーカーエコノミー」に登場 映画の出演料はすべて寄付をしてて普段はつつましく生活をしてるんですよ地、うん、悪の時はエコノミーを使っていますこれ何ブラピのコメントなの <laughs> <laughs> コメントみたいだねブラピの株上がったうんふるまるさんからったふるまるさんからいただきましたブラピがエコノミークラスに登場<は>庶民感覚をアピールして次期選挙に出馬しようとした、うん ね、政治にね打って出る人もいますからねそうだねレーガン大統領も元役者さんだしね元大統領もね木更津さんからいただきましたブラピッカがエコノミークラスに登場実<は>ビジネスクラスに飽きたからなるほど<ー> <laughs> 飽きるっていうパターンね、えー、来週はチャウ還暦前夜祭に豪華ゲスト実は いろんな人が来ました。そうですね。ええー、本当にえっ、ー、と出た人ざっと言うと、うん、えーのチャオはもちろんのこと、ドラムのねフルタさんも俺大好きだったんだよね。うん、えっと佐橋義之さんがギターで参加してね、サイドギターずっとやってましたよね。うん、それで泉谷彰人さん、ええ舩平さんに釜山さん、奥田民よさん、浜岡元さん、ユーミンに佐藤泰治さん、シアターブリックの佐藤泰治さん、それからライズのジェシーね息子、それから福山雅治さん、それから山崎まさよしさんに。 えー、あとそう最後にあのー、カリコ・マリさんだったのねあそうだったんだたそうと,あとケンケンもいたみたいだからジョニーさんの息子さんもいたっていうことそういうメンバーが加わって最後、ね、サイン入社員で歌ってたっていうことですよそんないろんな人が参加した、えー、豪華な武道館のコンサートだったんでその裏側にあったこと楽屋とかすごかったろうね楽屋が見てみたかったわ <laughs> ななんんかかテレビで流れれるももしれないもんねなんししあすごいいっぱいカメラ入ってたからそのうちねライブ、ね、ワウワウとかどこかで DVD、ねまあ、化もされるでしょうけど見てみたいなと思います来週は「チ、え、ャー還暦前夜祭」に豪華ゲスト実はというので、えー、皆様からの投稿をお待ちしております、はいえー、続けてこちらも行ってしまおうかなと思いきや思いきや行かずに行かずに <laughs> どこへ行くここ、ね、ヤッターかが後から追加されているのでヤッターかとイラットハウス、はい、先にイラットハウスやるかえー、イラットハウスまずは、えー、青鬼いとこナンバー16 <laughs> すごいね1時32分にちゃんと起きてくれてるありがとうございます今日は大きな病院の予約12時1時間以上過ぎるいら予約制なのにこれはね 予約したら、その時間に受けさせろよって思います。よね、確かにね。予約したのに待たされるって意味わかんないですよね。えー <laughs> えー、青鬼いとこさん、ナンバーシックスティーさんからいただきましたよ。ありがとうございます。やったあかんも。西三部いただけた。やったー。起きてますよ。そうそう。今日に限って。<laughs> ね。やっと起きていたと思ったら、一時間オープニング。 知らないコンサートの話をされる、えー、<laughs> あすごいトリモン団長がくれた久しぶりにありがとうございますさっき西部警察の話でツイッターにツッコミを入れてくれたトリモン団長ありがとうございますえー、っと5歳の娘がこの度保育園保護社会主催の社生会年長の部で同賞を受賞やったーすごいじゃないですか 写生会っていうのはなんか絵を描くやつかなえこれ写,写真の写に生の会って書いてあるけど写生会ってこういうんだっけおすごいんですよねええー、洋介さんから頂きました先週の替え歌で初の MVP 受賞やったー飛び道具ではありましたけどね <laughs> まさかの市原悦子で <laughs> 獲得するっていう <laughs>、えー、すごい技でしたけどもでも,もう初っていうのは意外でしたね、えー、おめでとうございます白ポロさんから頂きました、えー、<laughs> この前サンクスで残り1個の棚橋選手の監修の弁当を変えた最高に嬉しくてやったー棚橋、ね、選手の弁当ほんとにあのバランスは良かったんですよね 僕は一通り全部食べました一番おいしかったのは何だろうなおにぎりかな <laughs> いろんなのありますからね皆さんも是非、えー、サンクスでサークル系サンクスで試してみてくださいます。さあ CM を挟んで「あスケッチコンテストです」っていうふうに木更さんが書いてくれてますね写生のコンテストっていうのはこれいいんだよね写真の写に生の回。 生,の写真生写真の回じゃないよね、えー、スケッチコンテストで同、えー、う,うということでおめでとうございます CM を挟んで『ミシュラジ』ラストスタートです さて、えー、続いてラストスパートなんですけれどもね、ちょっとちょっとだけえっ、ー、とどうしようかな。不調たもご紹介しようかなと思う。やめようかなやっぱり。なんでやめるの。別 <laughs> に紹介していきましょうよ。別に紹介する。初の不調たをくださった方もいらっしゃいますね。はい。えー。 おしんの愛人参加いただきました、ね、お,<ー>おしんの愛人ってすげえな。すごいね。えー、初投稿です。えー、愛コミュラジで偶然 FM 佐賀みを見つけて毎週聞いています。嬉しいね。嬉しいですね。コミュラジってあのあれだよね。こ愛のコミュラ。そうだ、ね、そうだろうね。アプリとか。ね。だよね。スマホとか,で聞か。すごいね。そこで。いやすごいたくさんあるじゃない地方局、うん、コミュニティ FM。うん そんな中で F.M. 佐賀み聞いてくれてねね<え>ありがたいですよ、ね、ありがとうございますカオリンの可愛い声とか可愛い話し方にあと打ち抜かれましたアラマ三十六ですよちょっといいじゃないですかあと出たがりミスさんのうるさいくらいのうん、うん、分かってらっしゃるあのこのさすが大人だよね、うん、うるさいくらいのって書いてくれる ね、ちょっとやんわり。これ,これもあと十歳分かったらうるさいテンションでつ <laughs> いてくるところ、うるさいくらいのって書いてくれる <laughs> <か>大人ですね。大人ですよね。ありがとうございます。山形県坂田市、うん、おしんの故郷からお聞きしています。<ー>うわ、嬉しいな山形の人って初めてかもしれないよ。あ、ね、あ、そういえばあんまり、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、これからもよろしくお願いします。うるさいくらいのテンションで頑張。と <laughs> <laughs>。 あのユーストリームっていうので見られるんでね、でねあのインターネットやスマホであれば、うんえー、アプリがございますのでユーストリームでぜひ、えー、西山あの西山ちゃん、うんえー、西ラジ聞いていただければその香りが本当に可愛いっていうのが分かると思います。効果、えー、っていうのもね。三十六ですけど、ね。なんでいいです。<laughs> ザカさんからの普通たは最後に今日はラスザカさんのラストレターでしょうかあそうですか。うん ええととね、いろいろありますよあるんですよキサラさんはね、うん、今日は病気療養を兼ねて温泉行きますいいですね温泉かね、えー、留年と休学期間で心も体も思い切り病んでしまったので当時で治ればいいなと思ってます楽しみは炭酸泉です、うん、あぬ<ー>る、ね、いけど浸かるだけで体が徐々にポカポカできるお礼らしいので楽しみです確かあそこあの足がにある あの体もねあの温泉って気持ちよくなるけどそこでやったりも何にも考えずに「あのあ暑くなったなーぼーっとしちゃったから外出て涼もうかな」って涼んで「寒くなったから温泉入ろうかな」って温泉入るとぼーっとして「あれはこの何かちょっと。 ちょっとくあフラフラちょっと寒そうかなてもうしてあなんか寒くなったからもうちょっとお湯入っていこうかなって <laughs> ばッと一日過ごすのも、ね、大事ですしそうですねそういう時間もね心に,心にそういうゆとりを持つのが大事だと思います。うんえー、トリモン団長ありがとうございます、えー、西さんカオンこんばんばウィッ えー、5月の CM 歌合戦共に美容外科 CM 編で MVP をいただきました、うん、ありがとうございましたなかなか仕事の影響で投稿もできなかったので久々の投稿しかも歴リスナー歴2年近くにして初の MVP とはまるで AKB の研究生時代が長く続いてのチーム昇格みたいな気分です <laughs> 明日も仕事なので後ほどアーカイブで楽しませていただきますありがとうございますねお仕事頑張ってるようでね、うん そうなんですよとにもなんちゃら普通の投稿をしてくれれば面白い投稿多いですからただ前には確か西武警察に他に固執するあまりにあのなかなか座布団がもらえなかったんだと思いますよきっと、えー、ありがとうございます本当にね、えー、お仕事頑張ってください体を壊さないように。 葉っぱちゃんからもね、たくさん来て、ふつおたが、日曜来てるんですね、はい、ざっとご紹介しようかなと思います。うん、えー、一つは、あの、引っ越しが大変で、なかなか終わらないっていうお話ですね。大変なんだよね、ね<ー>ね荷物の整理とかが、が今、ほら、あの、葉っぱちゃんと、大きな声だと言えないけど。うん、あの、ね、一緒に片付けてくれるはずの人がいないじゃない。大きな声で言ってないけど細,細かいことは、ね。は気にしてはい、はい、一緒に片付けるべき人がいないじゃないですか。<laughs> で一緒に片付けるべき人の荷物まで一人で片付けなきゃいけない,ない<ー>大変ですよね。体力も使うんですよ。大変本当に。頑張って。ね手伝ってあげたいけど気持ちだけ送るね。えっと <laughs> 気だけ送って。<laughs> 気だけ、えっと。バイトしながらだから大変ですっていうけどね。あと一週間なんですって、えー。頑張ってください。ええー、五月二十七日。 先月末、はいえー、アコシテにお邪魔してお世話になりました、ね、アコシテというね、えー、町田ウエストボックスで水曜の夜にやっている、明日もやりますね、えー、飛び入りのライブイベントでございます、そちらにハンパちゃん、わざわざ参加して、そのあのミュージックボックスで流したんですよね、5週目があったもんですから、はい、先月の5週目かな、そうなんですよ、5月の5週目に流したんですよね、うんえー、それを聞いてくださったそうで。 えーとポッドキャストでアーカイブも聞きましたえっ、ー、と27組すごい数のアーティストのライブの編集お疲れ様でした、うん、うまいことまとまっていて改めて日産の偉大さを感じましたはい偉大ね <laughs> ここでね日産の巨大さを感じましたって言えるようになるともうちょっと日産郎が増えるかも何それ <laughs> <laughs> 引っ越しが終わって落ち着いたらまたお邪魔させていただきますね、うん。はい、また待ちしてます。バタバタして忙しいでしょうけどね、余裕ができたらぜひまた遊びに来てください。えー、っと有田市本線日本化やってるじゃん。まだやってないじゃん。ねえ、ちょっとこれ大変だよ。大変だよ。ね、じゃボケマショータイムま、ね。えー、ボケマショータイムが。なんだっけ。<laughs> 飛行機を発明した。ライト兄弟ね。そうそう。飛行機を発明したのは小川さんからいただきました。 飛行機を発明したのは堤兄弟飛行機を発明したのは後藤圭太東急の創業者です白<ー>プロさんからいただきました飛行機を発明したのはライスバーガー <laughs> <laughs> どうした <laughs> <laughs> 何を言ってるんだ君は <laughs> モスモスライスバーガーライト兄弟ライスバーガー <laughs> アイス兄弟、アイスバーガー、<laughs> アイス兄弟、アイスバーガー。<laughs> みたいな感じかな。はい、<laughs> いいと思います。西沢は遠いぞ。<laughs> えっと、でもあげよう。<laughs> 近いな。<laughs> <laughs> <laughs> 案外近かった。案外近いな、トリモン団長。飛行機を発明したのは。山上兄弟、手品にゃの、うん、あの。かぶっちゃった。これもかぶっちゃってる。 飛行機を発明したのは。言われちゃった。工藤兄弟。<music> 元いい青年隊ね、はい、懐かしいね。いい青年隊自体が懐かしいよね。 えー、さあじゃあ有名市温泉日本からやってないんですよ、まだ。やってくださいよ、えー、そういうことになってるでね、<laughs> やる気あんの塚川さんからいただいてるんでね、ご紹介しますね。えー、JR とかの沿線住民からの要望で新しい車両がやってきたら一部の鉄オーが趣ある国鉄型の良さを理解しないなんてと吠える、えー、っていうのがある。<laughs> 私も鉄オタですが鉄道の元来の使命は沿線住民の足だと思っている立場なので沿線住民の声に応えることは当たり前のことだと感じていますまあでもそういう不全を求めるっていうかねそういう電車の話を、ね、なんか分かってるのも鉄オタの人たちでしょうかねこの辺は意見もあるでしょうねえっ、ー、とそうだ有梨温泉まだやってないんですよ今日はライブのライブ会場の有梨っていうことで,、ね、でたくさんあのだんもう散々前にあの。 ね、あの武道館の話もしたんでね話なんかも交えながらこのコーナーをやるためにやったんですけどじゃ替え歌の方を <laughs> トニーモン団長から頂い,いてるんで「えー、日清製粉から揚げ粉の替え歌、ー <laughs>」これこれかり騙されてるで。 西ラジ CM 貝豚合っていう件名になってるけど、うん、その下に飛行機を発明したのがって書いてあってあれ俺思わず飛行機を発明しちゃったよ<笑><笑>、えー、池田哲彦さん西さん香りん面白いシンプルにありがとうございます嬉しいですねこう言っていただけると、えー、お塚さんからいただきました 「日清食品カレー飯」「MXTV 半蔵門、うん」いいな「001番 KDD」「んいん指き名物そら豆よ」「指ぶってどこ?「指の宿」って書いてイブスキ「指ぶどこだっけ いつでも熱熱あんかけよ。あんかけねあの熱あ冷めないからねなかなかね。二時間ドラマの船越よ。あの人もね二時間ドラマよく見ますもんね。日もサチも行かないよ。そんな時もあります。横の黒子ちゃん。 西さん今夜も絶好調絶好調ですね下好調とて書いてる。ります香りんいつも綺麗だねありがとうございますキッチングッズ追いかっちゃうあるよねなんかね楽しいもんね,ね見てるの横六のかっちゃんまでリッチなカレーの朝のです <laughs> <laughs> みんな <laughs> みんな自分であのそ割引とかを狙わないで普通に食べに行けるさ <laughs> <laughs> えー、ナスビーさんから頂きましたありがとうございます日勤教育からの事故日勤教育ね良い子悪い子普通の子ラッスンゴレライなんですの私には全く面白さが分かりません い、まあ、いろいろね笑いは人それぞれ好みありますからねえと、ー、モン団長今度こそお前のものは俺のものジャイアンの名言ですね、うん、ジバニャンコマさんマジローあ,あ分かんないなこれごめんね見てないから分かんないわ妖怪ウウォッチ妖怪ウォッチかな くりくりマロンさんからいただきましたお久しぶりです長期欠席が多くてすみませんでしたどういたしましてだあの J ウェブにいつも生存確認してますか <laughs> あ元気そうだなと思ってますよ一品追加で今夜どうあ旦那様への秘密の愛わ素敵ロマンチックキッチン周りを掃除して旦那様への甘えたお願い何この熱々の感じ <laughs> あっちゃんいつものやってあげて「武勇伝武勇伝武勇伝伝伝伝伝」だねこれもこの人たちだって最初はねこういうリズムネタだったものね「チャックにパンツを絡ませたこんなんでよろしいでしょうか」<laughs> って素晴らしいですね西座も差し上げましょう <laughs> えーっと <laughs> さあ MVP を決めなきゃいけませんけれども先に決めますえ？ありなし本線日本海ライブ会場のありなしなんですようん知ってる <laughs> 急いでやっていこうと思います、はいえー、一応これあのお約束としてやっておこう 本当はこんなテーマ曲をかけてる余裕はないです。<laughs> <laughs> どんどんご紹介していこうと思います。ありなさまざまな森に蟻なしの線引きをする。 有本線日本海今週はライブ会場の有梨です足を運んだことない方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、うんえー、イメージでも構いません送っていただいておりますか掛けさん周囲の住民に対して防音対策をしているライブ会場はありぼうに草の生えているライブ会場は野外フェスならありどっちもありなんだね <laughs> 防音はね難しいよねなかなかねそうですねあの俺も ライブハウスの場所を決めるときに、うん、とにかく近所が家がないこと建物も人が住んでいないこと、うん、よくそういうテナントでもせっかく地下でいい広い,いい物件があっても、うん、例えば5階から上が人が住んでますっていうのでも、うん、やっぱり振動が響いたり<ー>深夜だと本当にわずかな音でも気になったりするからね、うん、難しいでしょう。るさくはないんだけれども 夜中だと、ね、ちょっとした音でも気になったりするじゃないかさん「MC の埋設もそこそこに始まるライブはあり埋設が長すぎて80%を占めるライブはなし」「これ西さんみたいな80%も喋ゃんないでしょう」「<れ> <laughs> 長い時はあるよ長い時はあるけど80%はないよ <laughs> せいぜい70%」「会場でアーティストの物販はファンの楽しみでもあるのであり」 ファンが会場で勝手に振り回するのはなし案外喜ばれるかもしれないけどね振り回古くからのファンの人とかがさ<ー>例えばジュネスさんが香りの昔の写真とかをやったら結構みんな食いつくんじゃないさすらい,、はい、いのこと引き歌しさん ロックで出演者と一緒に観客も歌うと盛り上がるのでありオペラで出演者と一緒に観客も歌うと邪魔になるのでなし <laughs> そういう場面もあるかもしれないですね <laughs> みんなで歌おうっていう場面もえー、サムソンさんから頂きました <laughs> 会場が野外公演や野球場体育館運動場だったりするのはありまれにお寺の境内なんかであったりするのもあり <laughs>、はい、ありや 原田真二さんがずっとそういうところでライブイベントやってますね<ー>境内でね、えー、それもそれでまた意味のあるだから奉納するっていうの、はい、昔からそういうなんか芸事を奉納するっていうのはね<ー>あることなのでいいことみたいでしょ<ー>池田哲彦さん防音設備がしっかりとしてて大きな音を出しても周りの迷惑にならないライブ会場はあり逆に住宅の密集した場所で音が筒抜けとなるライブ会場は近隣の迷惑になるのでない これは難しいところなんですよ、本当にあの、防音っていろいろで、例えば、っていうドアじゃないと駄目だっていう人とかいるけど、うん、カラオケの音って漏れるでしょ意外とね。とのは、ドアの重さなんですよ。 重さでいくらガチャってやるやつでも密封されてもドアが軽ければ取って取れるんです、うん。そうなんだ。だからうちのあのライブハウスの横のステージドアのところのドア、うん、あそこはいろいろ専門家と話し合って、どこかっていうと潰れた銀行の出入り口のドアなんです。はい。<laughs> あれめっちゃ重いんです。<行>鉄扉なんです。わ<お>だからあのそのガチャっていうカラオケのドアよりも全然防音の、うん よくあるんでなんだあと曇りの日は音がよくうるさく聞こえるとかねいろいろあるんですよなんかザカさんからいただきましたオールスタンディングのライブはとりあえずありそこまで詰め込んでいるのにトイレが少ないのはなし、うん、トイレもね,ねなしなしあのー、結構新しくできた会場では、うん、なんかそのイベントによって、うん、あの

あの手拍子してないと乗ってくれてないみたいに思う時もあるかもしんないけど、うん、とあるライブをやっててこうなんか変なタイミングで手拍子されてるよりは。うん あの体がこうリズムに乗ってるなちょっと揺れてるなっていうのが見える方が全然嬉しいっ,つって、うん、ービートを出してるものとしてはああちゃんとリズム乗ってくれてるなと音楽を楽しんでくれてるな体で感じてくれてるなっていうのが分かる方が嬉しいそれ、うんうん、で,で見た感じでどう見てもなんか変なタイミングで。 手拍子を無理やりしてなんか参加しようとしてる人とかの方がなんか逆になんか気になっちゃうっていう人もいて,て,いもいて、うん、意外と気になるんですよね意外とね響くのよね、うん、それでその拍手につられたりなんかしてるんでナスビーさんからいただきました。 東京ドーームななどスポーツ施設がライブ会場なのはありでも半分だけライブ会場で残り半分でスポーツの練習をしているところはなし <laughs> そんなこと言うのドームってさ、うん、全部借りるとすっごい高いしそこに機材を入れるとものすごいかかるじゃない、はい、とあるアーティストが、うん、球場面だけを借りると、うん、ンが安い、ね、えどういうこと 球場の部分だけ、野球場だけ、客席は一切使わないっていうと安いんだって。それで、まあそんなにだから人数はないけど、あの何人かのお客さんを入れてマウンドのあたりでこうやってあのライブをやったっていう人がいるのよ。え、じゃスタンドとかは使わない使わない、一切使わない。もうその本当にグラウンドのところにお客さんを入れて、もちろんそんなたくさんではないだろうけど、そういうのがある。 えー、そういうこともできるんですか、うん、えー、っといその子のファーストソロライブの最前列のチケットをゲットできたのはラッキーでありいつの時代だかわいその子のファーストソロライブ <laughs> ねっ80年代。すごいね えー、会場の品川プリンスゴールドホールってあったっけと思ったらスケート場に板を敷いただけの会場で、えーえー、底冷えして凍れそうになったのはなし、えー、<laughs> これはアリーにしましたよありあり僕はこの全く同じ多分品川プリンスだとか高輪だったよね ライブイベント、うん、なんか始発が走るまでぐらいのイベントをやったことがあって<ー>そこもなんか「うわスケートリンクがこんなになってる」っつってスケート場をねやっ,っ,って、うん、すごいねそんな寒い感じはしなかったけどねやっぱり熱気がすごかったからえ古、ー、丸さんからいただきました「音楽を楽しむのはあり毎節30分はなし」<laughs>「分どどころじゃないけどね毎節、ね、だからね俺のやってるのは毎節だから」 マイセツとは違うの。違うの。マイセンの、か、とんかつみ、カツ丼みたいになというか、あ、か、あの、あ、マイセンの何だっけ、カツサンドか。<laughs> 何の話だ。音楽を聴くのはあり、だるまさんが転んだはなし。これもやった、<ー>やってるアホな店があります、ね。あるね。ね音楽を聴いて盛り上がるのはあり、隅でカップルがキスして盛り上がっているのはなし。<laughs> なるほどね。なし、なし、ほんでもムードが盛り上がるっていうのはいいかもしれない。うん、ね。設さんから頂いてる。 ライブ会場で DJ を奮起させるためにカンパでお酒をあげるのはありよくねあの DJ になんかお酒を奢ったりするシーンもありますよねステージの近くにある大型スピーカーの近くに立って爆音を浴びるのはありスピーカーに体の特定部位を近づけて低周波治療をするのはなし何そ,れそれはこんなあんまりねよく大型スピーカーの前に張り付いてお酒持って酔いしれてる人とかいますけど、うん、体にはよくないと思いますよ <laughs> えーっとねピータローさんがすごいたくさんくれてるんですよはいちょっといくつかご紹介していきましょうライ,ブ会場の有ライブ会場周辺のお店で焼きそばを食うのはなぜかおいしいのであり 露天みたいのだ出してるところでね、えー、ライブ会場、敷地内で年越しそばを売っているが価格がべらぼうに高いのは買う気力さえ失うと出なしオールナイトイベントとかね割高だったりするよねでもそれはお,みお,あのお祭りでもそうかもしれないよ。えー、っと,とグッズを買うために並ぶのはありグッズの売り子のお姉ちゃんを撮影するために並ぶのは邪魔だからなし。 なんかでもよく、あのなんかテキーラガールみたいなのは、ね、テキーラを買ってくれたら撮影させてあげるみたいなそういうのもありますね、なんか写真はね今みんな撮れるからねね大変なんだろう、ね、ライブ会場周辺でファン同士が集まるのはありライブ会場周辺で竹出しにむな群がるのはひも軸になるのでなし。 これいいいじゃないですかライブ会場でいろんなアーティストとのセッションは楽しいのでありアーティストごとのオペレーターが次のアーティストのために卓をフラットにしないで立ち去るのは事故のもとなので絶対これはねありますよねあのいろんなアーティストがやる場合には本当にそのアーティストについてる音響担当の人とかがいますんでねコッペさんから頂きましたありがとうございますリクエスト曲「スモーキー」 アーティストチャーってねスモーキーのもうスペルが違うっていうのがかわいいんですけど、えー、<laughs> 先日はチャーの日本武道館ライブにお誘いいただきありがとうございましたとても貴重で贅沢な時間を過ごせとても良い気分転換になりましたよかったです、えー、そこでアリなし本戦日本海チャーのライブで腕を振り上げるのはありサイリウムを振り回すのはなし3人ほど見かけて気になった <laughs> <laughs> まあでもこれもありでしょうねね自由に好きなように。 えー、楽しんでもらえればいいんじゃないでしょうかえー、っとある女性ミュージシャンのワンマンライブで頑張れとそっと彼女の背中を押すのはありそのライブハウスのオーナーの前説で時間を押すのはなし <laughs> ねえそんな無神経なお店でライブやっちゃいけませんよ本当にね、えー、コッペさんありがとうございましたまた遊びましょうねえー、っと 普通おたもいただいてあそうだ MVP 決めなきゃいけないんでまずねえっとどうしようかな MVP をまず決定しようかと思いますえっ、ー、とどうしようかなどうしようかな結構いいのが今日は多かったですよねえっ、ー、とうん どううしようかな結構俺、ね、カレーの浅野を攻めてくるのは多かったですねえー、と今日どうしようどうしようどうしようたくさんあったなうん難しいな <laughs> 難しいぞ今日えー、とうんー ちょっと困るぐらい難しいねえっ、ー、とね2つは決まりました1つはアマミイズムさんのうんとうん日本製品大人気ね日本製品頑欲しいですよねアマミイズムさんそれからピータルさんのこれはもちろんですね 「日刊仲良く手をつなご」これね若干あの一緒に遊びましょうに引っ張られてる感じはしますけどあり <laughs> だと思いますああ結構あとよかったんだけどなどうしようかなもう一個選ぶとしたらんこれでしょ「兄さん住んでる山中湖」 イゴールヒロちゃんちんちゃんりんちゃんの作品「兄さん住んでる山中湖」本 <laughs> 当だったらすごいけどね、えー、以上お三方が、えー、今週の MVP ということにさせていただきます他にもねいっぱいここあったんですけどねえー、ということでえっ、ー、とあとはそうですね えーとあ,れあとはふつおたですねふつおた。ご紹介したいと思います。池田哲彦さんから普通歌いい普通歌をだきましたね。えっ、ー、とちょっと待ってくださいね。<coughs> えっ、ー、と。 日産フレアさんこんばんは今日も出勤につきタクシーの中で楽しく拝聴しています1時間の日産のトークは新記録ですね明日の朝まで安全運転で頑張りますというのをいただいています残念でした2時間の頃に、えー、約90分のトークをして <laughs> 大品縮を買ったことが多い <laughs> 懐かしいですねあの時は90分超えたんだっけね 1>, ね、1時間半は軽く超えましたね2時間番組ですよ 2>, 2時間番組に100通以上のメールが来ててですよバカかっていう話ですよね <laughs> そんなこともございませまあ賛同されてもね <laughs> 困る人もいるでしょうけれども、えー、来週の、はいあのー、お題をちょっとおさらいしておきましょうねえと「飼い歌はクリーニカだっ」だけあれちょっと忘れちゃった。 にかペロディーのねにか難しいクリービーカでいきますいろんなバージョンいろんなバージョンあったんですよややこしくなってややこしくなったんですよあの俺たちが採用したの森高千里さんのやつだけどあのだっけ長さあ違う違う違う a クレイクラナナさんのやつと最近の堀北真希さんのと両方違ったんだよね cm によってね若干違うんだよねービックリスターをくわ。くんこれ かこれでいきます、はい <laughs> まあ、細かいことを考えずにクリニカにはめていただければ、ねねえー、例題はっです、えー、とそれからボケ場ショータイム歴史問題編は1915年ドイツのアインシュタインが完成させた理論は相対性理論ということでさせていただきます、はいえー、有なし本線日本海は梅雨の有なしでいきたいと思います、うん、田畑を潤すのはあり 田畑,を田畑を滅ぼすの話何回呼んでもよく意味が分かんないですねええそして「週刊西田実話」こちらは今週長々とお話をさせていただきました、えー、6月15日に行われ武道館で日本武道館で行われた、はい、チャー還暦前夜祭イベントに豪華ゲスト本当に豪華なゲストでしたこれあの確認していただければ本当にあこんなにいろんな人が来たのかって。 えー、<構>いろんなところでね,ねニ,ュニュースとかでもねでも取り上げられてましたので、うんえー、見て頂ければお若いか,かと思います、うん、その中の誰かをいじって頂い,いても結構ですしね、うんえー、実際に見に行ったあのコッペさんや僕や古谷香鈴雫ちゃんたちをいじっても結構です、はい、それからあの会場にあんなにあふれていた長白通のおじさんたちんかそういう人たちをいじって頂い,いてもあの結構ですちょっと怖いですよね こんなにいるんだなって思うとね、うん、本当に、えー、という感じで、えー、来週もお送りしたいと思います、はい、ぜひ皆様からの投稿お待ちしております、えー、ということで最後は、えー、ザカさんからの不調多をご紹介しようかなと思うんですけれどもイ、はい、ラ,ラ,ラストレーターになります,りますザカさんちょっと風邪引いてるんですよね西さ、うん、えー、日産香り風真田田中のザカですいかがお過ごしですか ーリーは,風は大丈夫俺もねちょっと前に喉をやられて、ね、あれも長くて結局2週間ぐらいちょっと咳が出たんですけどす、ね、今はようやく完治元気になりました風邪ひくと結構長いもん、ね、そうなんです、えー、さて私は先週末自宅から相模洋の付近まで、えー、スマホ用のゲーム「イングレス」をしながら歩きました、うん、僕もよくイン,、ね、イングレス散歩やってますからねこれ本当によく歩いちゃうねうまくできててなんか、うん、ああとあの 例えば1キロ先だともう帰ろうと思うんだけど、うん、歩いて1キロだとね,ねちょっと、うん、300メートル先に行くとあと3つポータルがあるとか思うと歩いちゃうじゃん、はい、300メートルぐらいならね,ねで300メートルあるとや,やるともう400、5 0メートル先にまたあったりするあそこにも2つあるんやと思うと行っちゃうんですようそうやってどんどん遠くなっていくっていう,う それで歩かざるを得なくなるっていうねそういうのあるんですよ歩いたルートは小学生の頃よく自転車で通ったところだったので中には30年ぶりくらいに行った場所もあり懐かしくもあり変わったところもありいろいろ発見できた日になりました、えー、梅雨の中休みとかうまく利用して散歩とかしたいですねとい,ういいですねいいです 散歩とかはね本当にあの僕もいろいろ自分のあの生まれ育った町なんかを歩いてみるとあなんかここのうちまだ変わんねえんだなとかあのおじいちゃんもう死んじゃったかなとかね <laughs> いろいろ思ったりしますよえー、そういう町はなんか歩いてみるのもいいと思いますしあと何か行ったことのない町とかをちょっと歩くんでもね、うん、新鮮だったりしそ,うです、ね、そんな手軽にできる旅なんかで、ね 気分転換するのもいいかななんて思います、えー、来週も皆様からの投稿お待ちしております、えー、西ラジたくさんの投稿ね今週もご通常いただいて、はい、ありがとうございました,ました来週も皆様からの投稿お待ちしておりますお相手は西健二と古谷香里でした西ラジまた来週おやすみなさい,なさいありがとうございました ということで今週も3時間の生放送、はい、お付き合いいただきましたありがとうございました,ました、えー、アーカイブ残りが 1, 1分ないねえっ、ーえー、と40秒くらい、はい、来週のお題もう一回だけさらっと言っておきましょう、はい、えっとあちょっと思ったよりさらっといけないかもしれない それで,<す> <laughs> で、えー「ボケマショータイム歴史問題編」が1915年にドイツのアインシュタインが完成させた理論は相対性理論ということで、えー、例題は「新体操基本」それから「ありなし本線日本海」が「梅雨のありなし」そして「えー、週刊ニシラ実話」が「チャー還暦前夜祭」に豪華ゲスト実は、ね、ですねそんなところをぜひ送っていただきたいと思います。それではアーカイブをご覧の皆様ありがとうございました